ラジオ伊集院光とラジオと。3月11日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの安田美香です。やっぱりこう、この3月11日っていう日付だけは元気には言えない。あの365日の一つとして元気におはようございますとは言えない感じかな。そうですね。もちろんこの3月11日だけじゃなくて、東日本大震災のことは常々思ってなきゃいけないのかなと思うんですけど、やっぱり9年経っていつの間にか節電なんてことはまあ忘れてる。あのあったかい便座のコンセントはずっと入ってるし、あの当時一回やめましょうってなったスイッチ入れるとすぐ湧く割と電力消費の高いポットみたいのも我が家でも使ってる。で、何よりね、今、被災地はどうなってるかなんてことはまあ考える時間が少ない。で、そのことをちょっと反省する、3月11日っていう日付を見たときは、まず反省する。でいて、この日だけじゃいけないっていう感じですかね。ですね。はい。改めてあの大災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りします。で、番組の方も少し編成が、変わったりしております。はい。ご了承ください。この言葉だけで元気を出していいのかどうかはわからないんですけれども、番組の性質上またちょっと元気に、安田こっから元気に。はい。じゃあ、メッセージテーマお願いいたします。はい。今週のメッセージテーマは、探しています。さあ、探していますっていうか、俺らはまあなくすからね。そう、もうね、これ、伊集院さんいっぱいあるんですよ。ありそうだな。へその緒がないんですよ。へその緒。あれ、母親って超大事にするんじゃないの？へその緒。絶対捨ててはないはずなんですけど、子供に。捨ててはないだろう。捨てても食べてもないとは思うけど。そうなんです。あと子供の歯が。この間抜けて、あれってなんか投げるじゃないですか。すくすく生えますように。あ、言うよね。はいはい。で、あ、じゃあ土曜日になったら投げようね、なんて言ってジップロックに入れて、探してるんですよ。変な時に出てくるんだよね。うちあの、はい、犬の歯をさ、やっぱさ、ちょっと犬可愛いから取っといてさ。ああ。ほんでなんか、その時はちょっと洒落たケースみたいな、プラスチックケースみたいに入れてたんだけどさ。はい。しばらくなくしてて、で、大掃除の時、なんだこのケースって言ったら歯入ってて、わーって。わー、これなんだ、わーって。歯って。出た、歯だけに。歯だけに、すごい、あの、もう、自然に、ね。出るね、ユーモアが、ユーモアが。もう、ね、もうチャップリン、チャップリンだよ。さあ、いただいてるやつは、ラジオネーム三文字熟女さんから。はい、ありがとうございます。パスポートを探しています。来週末、家族で海外旅行に行きます。まあ、ご時世がご時世だから気をつけてとしか言えないけどね。海外旅行に行きます、はい。息子たちのパスポートは申請して受け取りも済みましたが、私のパスポートがありません。あら、一昨年使って大事なものだからなくさないようにと。これがダメなんだ。そうなんですよ、もう。なくさないようにって特別しまったらね、俺らは最後なんだから、もう。もうね、見つかる。一生しまっちゃうんだから。ね。来週末ってでも大変ですね。場所が全く思い出せず、家の中を探しまくることをもう3回やっています。まだ探していない場所があるのか、見落としているのか、家にあるのは確実なのに。今日見つからなければ、まだ8年残っているのに、新たに作りに行かなければなりません。タイムリミット近づいておりますので、この辺で失礼します。まあ、この辺でまあ探すんだろうけど。僕ね、とんでもないことをやってて。はい。ちょっと前にパスポートなくした話は多分このラジオでもしてるんです。はい。だけどそれが、パスポートの期限切れと重なってたから、再発行する。まあ、いろいろ手続きはいるんですけどね。あの、なくしても。はい。でいて、ちょっと手続きで再発行をしたんですけど。ええ。2週間後取り来てくださいっていう申請用紙あるじゃん。
はい、引き換え用紙、あれをなくしまして、あれの再発行っつって、あの用紙そんな大事なんですね。すげえ大事。そりゃどうです、そりゃそう、あれ持ってないと誰にでも俺のパスポートやられても困るから。あ、その用紙の再発行、はい、いろんなものを探しては諦め、探しては諦めしておりますということで、今週のメッセージテーマ探しています。はい、メールの方は ij@tbs.co.jp まで送ってください。ファックスの方は 03-5562-0954 までです。また番組のホームページにあります投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからもお待ちしております。おはがき封書、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオまで送ってください。メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。この後10時からの伊集院光とラジオとゲストとにはゲームプレゼンターの高橋名人を迎え、伝説の16連射などゲーム名人として活躍した当時のエピソードや今のゲーム界に対しての思いを伺います。君と一緒だから気づけた、春風が甘いこと、もみじが香ばしいこと、一緒だから勇気が湧いた、電車に乗って飛行機に乗って知らない街へ国へ旅をした、君と一緒だからどこへでも行ける、だけど君と一緒だから行けないところがある。盲導犬ユーザーのおよそ6割が飲食店などで受け入れ拒否を経験しています。受け入れを当たり前に日本盲導犬協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ねえ、車を下取りに出そうとしているあなた、一旦ストップ。なんで？まずは車たかしのサイトで買取店を比べてみないと。お店によって平均17万円も差があるのよ。そんなに？車たかしなら最大8社の査定額がわかるの。車を高く売りたいなら車たかしで検索。カービュー、夢を形に、総合住宅展示場 TBS ハウジング。モデルハウスっていろいろあるのね。ああ、迷っちゃうね。あなた、お母さんのことも考えましょう。ありがとう。じゃあバリアフリーも取り入れて。お母さんの部屋は和室がいいわね。おばあちゃんと遊べるの？やった、よかったわね。よし、また展示場に行くぞ。夢を形にしませんか？ TBS ハウジングがお手伝いします。ご家族揃ってぜひどうぞ。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時38分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。山では野草が、庭では雑草も一斉に育つ季節です。雑草というと抜いてもすぐ生えてくるというイメージがありますが、これ一体なぜでしょうか？なんで実は雑草はもともと地中深くに大量の種を溜め込んでいるそうです、うん、これをシードバンク、文字通り種の銀行と呼ぶのですが、雑草を抜くとその拍子にシードバンクから一部の種が地表近くに移動してきます、うん、さらに雑草を抜いたところは日光が当たりやすくなるため、抜いた場所からまた生えてくると。なんかよくできてるっていうかさ、この流れでさ、はい、ユーカリの木ってさっていう自慢を始めようと思ったんだけど、ここで聞いたやつだったわ。あのユーカリの木が自分のライバルの木を絶やすために山火事を起こしやすいみたいな、油が出るんですよ知ってるなんて言おうとしたら、俺それ日本行動で教わったやつだって急に思い出して恥ずかしくなっちゃって。さて、そんな芽生えの季節、春の息吹を自然な香りでお届けします。お線香は日本行動の語り部桜です。暖かな春の日差しに咲く桜の優美で清らかな香りをお線香で表現しました。来週はいよいよ春のお彼岸ですね。真心込めた極陽に、お線香は語り部桜をどうぞ。日本行動からのお便りでした。
さあ、かいまして、皆さんからのお便りはメッセージテーマ探しています。はい。いろんなものを皆さん探してますけども、岩手県、ラジオネームポンコツ D2 さん。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。プリンセスプリンセスの奥井香織さんがビートルズの曲をカバーしたミスタームーンライトを探しています。うん。で、中学校の頃ラジオで聞いてすごく気に入りました。うん。確か映画の主題歌だったとか。うん。ちなみにビートルズには、その本家のビートルズにはそれほど興味はないんだけど、この奥井さんの声が本当に良くて、CD とかカセットとかで買えないかずっとその探してるという。で、またあの、調べてみるおじさん、一応ネットで調べてみましたけど、どうやらその CD とか出てないらしいよ、レコードが出てなくて。あ、そうですか。で、その映画、満月っていう映画の中に出てくる、テーマ曲っていうか、曲らしいんです。へー。で、満月自体は DVD とブルーレイで、発売はされているという。ところまではおじさん頑張りましたけれども。すごい検索能力ですね。それ以外は意外にすんなり出ました。だからこれってさ、探していますも、ネット得意な人と得意じゃない人で、その、迷宮入りの度合いがその、極端に違うっていう傾向はあるかな。うんうん。それからですね、ラジオネームピスタチオさんなんですけども。ありがとうございます。主婦の方。うん。アラフォー。うん。探しているもの。ババロアの元。ババロアの元って昔すごいあった気がして言われてみればなんか。ああ、確かに。見かけないね。ねえ、混ぜればできるみたいなのありましたよね。あったよね。主人が甘いものが苦手で唯一食べる甘いもんがババロア。へえ。なんだけど、最近はケーキ屋さんもあんまババロア置いてない。凝ったのは多いんだけど、ババロア置いてない。本当だ。ね。うん。で、何軒も回ったけど見つかんない。諦めて作ることに。生クリームとゼラチンと、砂糖と、うん、で作ってますけども。元があれば簡単なので、はいはい、スーパーとかお菓子専門店も行くんだけど、うん、どうやらこのババロアが今、あんまないっていう。いなくなりましたね。言われてみればだよね。うん、ババロア自体を、あんま見なくなってる。そうですよね。違う。なんとかね、なんとかでポスコーノみたいのばっかになってて、その、見てない、なんか、マダムドオランジュみたいなばっかになってて、なんかわかんなくなってる。これもおじさん調べました、ネット。はい、はい。あるにはあるけど、相当少ない。へぇ。で、例の寒天パパみたいな。やつで、うんうんうん、はい、ババロリアっていうのが出てましたね。ババロリア。ババロリアって出てましたね。はいはい、で、ババロリアは小分けのやつから1キロ入りまでありましたから。たっぷり作れる。もう業者です。業者として1キロ入り、あ、もしくはでっかも、フローケに1杯とか作れるような業務用のもありますけど、はい、いわゆる大手のネット通販だと、寒天パパの、ババロリ、俺は調べる人か。ね、まあでもちょっと役立つのは嬉しいんで、なんか私ネットやらないんで、もしかしたらネットにあるのかもしれませんけどっていうのも含めてですね、よろしかったら送ってください。佐田吉が送ってくれた桜色の毎日子、桜と白檀の香りで煙極小香り抑えめ、残りがも灰も少ないナチュラルな使い心地、こんな気遣いできるようになってね。お父さん、お線香は毎日香ナチュラル桜。日本行動。日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。ねえ、旅行は楽しみなんだけど、家を空けるのはちょっと不安よね。うん、そうだな。それなら全日経のホームセキュリティ、24時間オンラインシステムであなたの留守を守ります。詳しくは0120-877-7575 全日経まで。安心して行ってらっしゃい。佐古道夫、色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。 905FM 954AM TBS ラジオ。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。
おはようございます。 TBS ラジオニュースデスクの中村久人です。これから首都圏7つのラジオ局による共同制作番組ラジオ災害情報交差点をお送りします。2011年3月に発生した東日本大震災では被災した方からラジオの情報が大変役に立ったという声が多くありました。当時首都圏の7つのラジオ局 NHK、文化放送、日本放送、ラジオ日本、東京 FM、JWAVE、それに TBS ラジオは電気、ガス、水道、携帯を含む電話のライフライン情報を共有しました。これからお送りするラジオ災害情報交差点は災害時にライフライン情報を共有することを伝える番組で、阪神淡路大震災が起きた1995年に始まり、毎年3月11日と9月1日の防災の日に放送しています。東京 FM の湯野大輔です。今日3月11日で東日本大震災から9年となりました。この時間は首都圏の7つのラジオ局が共同で制作するラジオ災害情報交差点をお送りします。首都圏では大きな被害が想定される首都直下地震の発生が懸念されています。大きな災害が起きたとき、首都圏のラジオ局は各ライフラインと協力してラジオライフラインネットワークとして必要な情報を共有してお伝えします。まず各ラジオ局の取り組みについてご紹介します。 NHK の江崎志恵さん。はい、 NHK では24時間いつでも緊急報道に対応します。大きな災害が起きたときは各地の被害状況やライフラインの情報などを迅速にきめ細かくお伝えします。続いて TBS ラジオの中村久人さん。はい、 TBS ラジオでは大地震の際、被害状況はもちろんですが、被災者がどう行動すればよいかといったアドバイス、安心情報にも心がけて放送します。続いて文化放送の伊藤よしこさん。はい、文化放送ではあなたの街のクリーニング屋さんのネットワークで災害時の細かい被害状況や安心情報を各地域からお伝えします。続いて日本放送の柿花忠さん。はい、日本放送では大地震が起きたとき落ち着いて行動し共に地震に立ち向かえるよう、学校安否情報、お勤め先安否情報など様々な安心情報を中心にお伝えします。続いてラジオ日本の矢田裕次郎さん。はい、ラジオ日本では大きな災害が発生した場合、東京、横浜の2つの拠点を生かし地域に密着したきめの細かい安心情報の発信をいたします。続いて J-WAVE の別所哲也さん。はい、 J-WAVE では災害が起きたとき迅速正確な報道に努め、生活に必要な情報を伝え、音楽による心のサポートなど安心できる放送を心がけます。では東京 FM の湯野さんにお返します。はい、東京 FM では災害時防災協定を結んでいる全国の郵便局やコミュニティ FM と連携して、暮らしの安心安全情報をきめ細かくお届けします。続いて各ライフラインの取り組みについて会議電話システムを利用してお伝えします。はじめに東京電力です。東京電力パワーグリッドの寺内壮さん。はい、東日本大震災から9年、福島第一原子力発電所の事故で今もなお多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしており、深くお詫び申し上げます。また去年9月の台風15号では千葉県を中心に長時間にわたる停電でご迷惑をおかけいたしました。改めてお詫び申し上げます。大地震発生時には倒れた樹木などで電線が切れることがあります。感電の恐れがあるため切れて垂れ下がった電線には手を触れず、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。停電情報についてはスマートフォンアプリテッコ速報でもご確認いただけます。では続いて東京都水道局の渡辺正弘さん。大地震によって断水した場合には区や市の職員とともに蛇口とポリタンクの絵が目印の災害時給水ステーションを開設して住民の方に水をお配りします。都内に200カ所以上ある災害時給水ステーションの場所は水道局のホームページに地図と写真で紹介していますので、お近くの場所を日頃から確認してください。お越しの際にはポリタンク等を必ずご持参ください。また空のペットボトルに水を入れてそれを背負えるリュックがあると楽に運べます。
続いて NTT 東日本の菱田紗友子さん。はい。災害が起こり、ご家族の皆様と離れ離れになった時の連絡方法など、あらかじめルールを決めておくことが重要です。NTT 東日本では、安否確認の手段として、お近くのお電話からご利用いただける災害用伝言ダイヤル171や、スマートフォンなどからメッセージを登録、ご確認いただける災害用伝言版 web171 を提供しております。毎月1日と15日に体験利用ができますので、ぜひお試しください。続いて NTT ドコモの鈴木孝弘さん。はい。大規模な地震などの災害が発生したとき、ドコモでは音声通信に比べて比較的つながりやすいパケット通信を利用した災害用安否確認用のサービスを提供いたします。災害時にはドコモのスマートフォンからは D メニューまたは専用アプリの災害用キットに、ドコモの携帯電話からは I メニューにアクセスいただくとサービスをご利用いただけます。専用サイトから簡単に安否確認ができる災害用伝言版や、直接声で安否を確認できる災害用音声お届けサービスをぜひご活用ください。そしてスタジオには東京ガス広報部の神田隆之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まず神田さん、大きな地震が起きたらガスはどうなりますか？はい、ガスをお使いのご自宅には震度5程度以上の揺れを感知すると自動でガスの供給を遮断するガスメーターが設置されています。大きな揺れがあると自動的にガスが止まりますので、慌てずに身の安全を最優先に行動してください。まず身の安全を確保して揺れが収まってからガス機器を確認すればいいということですね。では大地震の後、ガスが止まっている地域をどのように知ることができるのでしょうか？各家庭のガスメーターでガスが止まる他に、被害が大きい地域では安全のためガスの供給を止める場合があります。ガスの供給を停止している地域は、ラジオなどの情報に加えて、東京ガスのホームページにある復旧マイマップで確認することができます。復旧マイマップでは、お客様宅ごとのガスの供給状況を地図上に色分けしてお知らせしています。復旧マイマップでガスが使える地域を確認できるんですね。では、家に被害がなくてガスを再び使いたいときはどうすればいいんでしょうか？復旧マイマップをご確認いただいて、地図に色塗りがない地域にお住まいのお客様は、簡単な操作でガスが使えるようになります。まず、自宅にあるすべてのガス機器を止めてください。次に、ガスメーターの前の面にある復帰ボタンのキャップを外してから、ボタンを押して3分ほどお待ちください。ボタンを押して3分ほど待つんですね。はい、その間にガスメーターが、お客様の自宅の中でガス漏れがないかをチェックしています。赤いランプの点滅が消えたらガスをお使いになれます。ガスメーターには復帰操作の方法が書かれたタグがついていますのでご確認ください。この機会にガスメーターがどこにあるか事前に確認しておくことが大切ですね。東京ガス広報部の神田隆之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。大地震や大災害により大きな被害が出たとき、首都圏の7つのラジオ局は、電気、ガス、水道、携帯電話を含む電話のライフライン情報を共有して放送します。いざという時のために、ぜひ日頃からラジオをお近くに置いてください。ラジオ災害情報交差点、首都圏の7つのラジオ局と5つのライフラインを結んでお送りしました。この時間の進行は東京 FM 湯野大輔でした。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。お聞きの放送は FM90.5MHz、AM954KHz、TBS ラジオです。インターネットやスマートフォンのラジコでもお楽しみください。 TBS ラジオ 90.5MHz。 時刻は8時54分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は地震の際の行動とテレワーク助成金、そしてインターネット福祉保険モニターの募集についてお知らせします。はじめは地震の際の行動についてです。東日本大震災から今日で9年、東京消防庁では大きな地震の教訓を踏まえ、地震が起きた時に取るべき行動を地震その時10のポイントとしてまとめています。地震が起きたときは、
何よりも自分の命を守ること、そして怪我をしないことが大切です。緊急地震速報を受けたり地震の揺れを感じたら、まず身の安全を最優先に行動しましょう。火の始末は揺れが収まってから行いましょう。出火しても落ち着いて対応すれば揺れが収まってからでも十分消火できます。地震その時10のポイントは東京消防庁のホームページからダウンロードできます。詳しくは東京消防庁電話03-3212-2111 03-3212-2111 番までどうぞ。続いてテレワーク助成金のお知らせです。東京都は新型コロナウイルス感染症などの拡大防止対策として、テレワーク環境を整備する費用を助成します。パソコンやタブレットなどの購入費やリース料、機器の設置費用、保守費用など必要な経費を250万円を限度に助成します。対象は常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業などです。申請の締め切りは5月12日火曜日必着です。なお予算の範囲を超える申請があった場合は、期間内でも受付を終了することがあります。詳しくは、東京仕事財団、電話03-5211-2397 03-5211-2397 番まで。お問い合わせは平日午前9時からお昼の12時または午後1時から5時までの間にお願いします。代わってインターネット福祉保険モニターの募集です。東京都では福祉保険医療施策への建設的なご意見をいただくため、モニターを100人程度募集しています。モニターの方には4月以降に年3回程度実施するインターネットによるアンケート調査にご回答いただきます。ご協力いただける方は応募用入力フォームからお申し込みください。応募できるのは都内在住か在勤の18歳以上の方です。詳しくは福祉保健局総務課電話03-5320-4032 03-5320-4032 番までどうぞ。新型コロナウイルス感染症の予防には手洗いが重要です。石鹸による手洗いをこまめに行いましょう。特に外出した後や咳をした後、口や鼻、目などに触る前には手洗いを徹底しましょう。また咳、くしゃみが出る場合は咳エチケットを心がけましょう。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと。さあメッセージです。探しています。ラジオネームバムさんです。25年ぐらい前に第一交渉のレーザーカラオケに出ていた女の子を探しています。レーザーカラオケもうないもんね。通信ですもんね。コメコメクラブのオリオンやチャゲアスの伝わりますかなんかに出ていた可愛い子なんだ。なんかね、劇団とかの子が一気に何曲分も撮るから、はいはいはい、ちょくちょく出てくる人っているのよ。で今では有名になってる人なんかもそこそこ出てきて、はいはい、多分、うっちゃんなんちゃんとか出川さんも、多分あの手のレーザーカラオケには出てんだけど、もう、レーザーカラオケが世の中にないよね。ないですね。たまーに、その、何、古道具屋みたいなところに、ディスクだけ出てくることもあるんだけど、それで指定の女の子に出会うのはもう本当に、本人に出会うのと同じぐらいの確率だと思いますけどね。いやでも分かりますよ、気持ちは。みんなで大家さんに。人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売がくじをお知らせします。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの安田美香です。伊集院光とラジオとニュースの時間です。早速今日のニュースを熊崎和人アナウンサーからお願いします。はい、今日は6本のニュースをお伝えしていきます。岩手、宮城、福島の3県を中心に甚大な被害が出た東日本大震災の発生から今日で9年となります。昨日公表された警察庁のまとめでは、東日本大震災での全国の死者は15,899人、行方不明者は2529人です。復興庁によりますと、先月10日現在全国で 47,737 人が避難生活を送っています。避難生活の負担による震災関連死は去年9月末時点で3739人に上るなど、厳しい状況が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍総理は大規模なイベントについて今後10日間程度自粛を続けるよう求める考えを表明しました。安倍総理は先月26日に今後2週間の開催自粛を呼びかけ、小中学校や高校の休校要請や中国と韓国を含む外国からの入国制限の強化に取り組んだものの、現時点では収束を見通せないと判断。株価の急落や円高が進む中、国内経済や観光業へのさらなる打撃は避けられない状況です。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は臨時休校に伴う保護者の休業保障などを盛り込んだ第2弾の緊急対応策を発表しました。保護者の休業保障では、正規・非正規を問わず、保護者の雇用先に1日8330円を上限に助成する制度を設けるほか、フリーランスには4100円を支援します。また、企業の資金繰りの悪化に備え、1兆6000億円規模の金融支援も実施します。安倍総理大臣は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本への入国申請日より前の14日以内に、イタリアの一部とイランの一部、それにサンマリノ全域に滞在歴のある外国人の入国を拒否すると明らかにしました。今日午前0時から適用されています。日本政府は感染が拡大した中国と韓国、イランのそれぞれ一部に同様の措置を適用しています。11月のアメリカ大統領選挙に向け、トランプ大統領への挑戦権をかけた民主党候補の指名争いは10日、中西部ミシガンなど6つの州で予備選挙と党員集会が行われています。事実上の一騎打ちとなっていて、世論調査によりますと、中道のバイデン前副大統領が優勢です。3日のスーパーチューズデーで一気に逆転された左派のサンダース上院議員は巻き返しを図りますが、今回大敗すれば撤退論が一気に高まる可能性があります。最後のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、選抜高校野球大会が開催できるかどうか、日本高野連は今日最終判断します。選抜大会は今月19日に兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する予定です。スポーツ界では自粛の動きが広がっていて、野球を除く高校スポーツは全国大会がすべて中止となっています。また、プロ野球は開幕延期を、サッカーの J リーグは公式戦の再開延期を決めています。ニュースでした。熊崎和人アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア。リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え、カフェやキッズランドも併設。ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする。いいものここから東京インテリア。うちの会社今でもそこそこやれてるけど、新しい事業に取り掛かりたいんだよね。でも先立つものがな。それでも大丈夫、あれいける。中小企業応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スタ銀行。伊集院光とラジオとニュースと、
ここからは解説です。今朝の解説は放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんです。よろしくお願いします。おはようございます。お願いいたします。東日本大震災から9年。まあ、皮肉なもので9年ですから、あの時に卒園式が中止になっちゃったっていう、そういうお子さんたちが、今度中学校の卒業式がコロナで中止みたいな、そんな巡り合わせなんですね。東日本の時は高橋さん、日本ですか？ええ、山手線に乗ってて、上野駅のすぐ近くだったんですけど、上野駅に着く前に止まっちゃって、運転手さんミスったのかなと思った地震でしたね。はいはい、で、上野駅にじっとしとこうと思ったんですけど、上野駅はあんまり安全じゃないって言われて、吉祥寺まで歩いて帰りました。で、その、もちろん種類は同じじゃなくても、そういう緊急事態を我々体験してるんですけど、すっかり忘れてて、あの時も実はその、プロ野球は、開幕延期になったりしてるんですけど、やっぱすっかり忘れてて、なんかね。まだね、被災、避難してる方は残ってらっしゃるしね。そうですね。忘れてはいけないですよね。そうですね。でいて、こういう追悼式典みたいなものが、この新たな脅威で、縮小や、それから中止になるっていうのも、なんでしょうね。その、自然だったりとか、いろんな災害だったりとか、病気だったりとかっていうのは、容赦ないもんですね。そうなんですね。11日がね、この震災の記念日で、10日が東京大空襲、こっちは人災の日ですけどね。あ、そうですね。そうですね。悲劇の記念日が続きますね。はい。さあ、そんな中、コロナなんですけれども、僕ね、もう10日間自粛を、で、これ10日間そういった、まあ、例えば僕らでいうイベントごととかが中止になったりするのは、まあ、ある程度仕方がないと思ってるんですけども、うん、10日後にどうなったら、それが何の兆しなのかっていうこと、もしくは10日後までにどういう結果を求めてるのかみたいなことが全く出ないのに、もうちょっと、耐えられないですね。そうなんですね。総理はね、専門家会議の判断を受けて、じゃあ専門家会議は何を見てるのか、どのデータを見てるのか、どの数値を見てるのかという説明がないので、まあこの事件も、ちょうどね、この番組出していただいた2ヶ月前、ウーハンから日本人が帰ってきて、全員検査しないのなんて話してたんですけど、で、もう3月で、やっとマスクを手配しますという、ちょっと泥縄すぎないかという、なんかこう、なんというか緊張感がないという感じを受けざるを得ないのが残念ですね。そうですね。その専門家委員会やってるの任せるのはそれは専門家なんだからいいんですけども、その専門家委員会の人が今何を求めてるのかぐらいは、例えばその検査人数がこれぐらいに達したところで、陽性反応の人がこれぐらいしか出なかったっていうことを求めてるんならば、それを求めているんだっていう、それを待ってるんだっていう話ぐらいは僕はしてほしいと思うんですね。まあ一応対応策みたいなものも出てくるんですけども、素朴な疑問なんですけど、その、保証額みたいなものがフリーランスの人間と勤めてる人と違うみたいのは、どういうことなんですかね。まあ勤めてる方はまあ失業保険の限度額ということだと思うんですよね。はいはい、でフリーランスでもフリーランスの方の方が貧しいのが一般的ですから、ますますこう貧しい人をこれではという感じで、ますます景気は冷え込むんじゃないかなという心配がありますね。やっぱり消費税を元に戻すとか、もう少しこう大胆な目に見える手続きをしなくてもすぐこう効果が出る政策が求められてるんじゃないですかね。そうですね。まあ本当にわからない病気だから対策の方針も立てづらいっていうのはわかるんですけれども、それにしてもあるだろうって、まあ何度もこのコーナーで言ってるんですけども、それにしてもちょっといつまで何がどうなるまで我慢すればいいのかがわからない我慢って、やっぱり相当こうきついっていうのはなんか身に染みて感じますね。さあ、そんな中、まあ、イタリアが大変なことになってると。はい。で、あと、先生ご専門の場合と、中東も大変じゃないですか。そうなんですね。はい、まあ、一番たくさん被害が出てるのがイランなんですよね。はい。で、イランという国は多分二つ理由があって、一つはアメリカの経済制裁で追い詰められて、もう行くところは中国しかないということで、とっても中国との関係を密接にしてきたんですね。はい。で、それがやっぱり、これと繋がってると思うんですね。それがもう一つの理由は、
イタリア人もそうなんですけど、まあ、イラン人も含め中東の方って割と身体接触の文化なんですね。まず握手をしますしね、男性同士で頬ずりをしますしね、もうなんか、まあ、濃密接触ですよね。ですからちょっとこうした生活習慣を改めない限りなかなか難しいと思うんですよね、伝染を止めるというのがね。なんか昨日のアシスタントが、まあ、竹内かなえが海外の生活歴もあるので、はい、実感として言ってたんですけども、やっぱその握手それからハグね、まあ、あとまあキスも含めてそういう文化圏で、うん、今日からそれやめなさいっていうことって日本人が反射的にお辞儀するの禁止に近いぐらい割と難しいんじゃないかって言ってましたね。おっしゃる通りで、ヨーロッパでこういう対策を訴えてる方が、皆さんこれから握手をやめましょうって挨拶をして、すぐそばの方とその後握手をするというのが報道されてますから、ですからまあ日本のお辞儀というのはいいですよね、距離を取ってね、接触がないんでね。だからお辞儀文化を広げるというのが日本の国際貢献の一つになるかもしれないですね。で、イタリアのことで私思うんですけどね、イタリアは中国との関係が深いと言われてるんですけど、まあ、統計上だけでも30万人以上の中国の方がイタリアに生活してるんですよね、うん、で我々イタリアのブランドものを買ってね、メイドインイタリーだと思って買ってる、もうそうなんですけど、実は手先の器用な中国の方がイタリアで作ってて、メイドインイタリーだけどメイドバイチャイニーズという製品は多いんですね、はい、でイタリアのブランド産業、繊維産業は特に中国の方に依存しているところがあって、で最近の移民ですから中国との交流も密ですから、やっぱりトスカニとかロンバルディとか北部の繊維産業が中心のところが今回も中心地になりましたね。僕らなんかイタリアはヨーロッパの代表で中国はアジアのその真ん中のイメージだから、うん、あんまりこう別個に考えがちなんですけど、うん、やっぱりそういうところでつながってるんですね。そうなんですね。この点はあまりなんか皆さん語らないんで、ぜひこの番組で語らせていただきたいなと思って、うん、中国の人がたくさん住んでるというのが今のイタリアの現状だということは押さえておきたいですよね。しかもおっしゃってた、今おっしゃってた新しく行ってる方が多いから、それは当然グローバルに行ったり来たりとかするんでしょうね。そうなんですね。ですからマルコポーロの時代はね、何年もかけてイタリアと中国の間行ったり来たりしてますけど、今はもうある意味一日で行けますからね。はい、お休みには戻ろうとかそういうことになりますもんね、うんうん、でもこれから先どうなっていくのかっていうことですけども、さあそんな中、アメリカ大統領選挙なんですが、はい、バイデン VS サンダース、ラストベルトって言葉、はい、出てきますが、はい、はい、まあラストというのは錆びたということで、まあミシガン州なんかかつてまあ自動車産業の中心だったんですけど、まあ日本あるいは中国との競争に敗れて、まあ鉄鋼だとかその自動車産業がまあ衰退してる、まあそういう人たちの不満を吸い上げてトランプさんが大統領になったわけですけど、ここでまあバイデンとサンダースが一騎打ちということなんですね。で、まあ思い出すのは4年前。サンダースさんというのはもう目がないとみんな思ってたんですけど、ここで、まあ、わずかな差ですけど、ヒラリー・クリントン候補を破って、なんだサンダースやるなということで、最後までサンダースがヒラリーを追い詰めるという、まあ、そういう、まあ、ドラマの舞台になったんですね。ただ、今回は世論調査は、まあ、バイデン有利というのは出てるんですけど、前回も世論調査はヒラリー有利でしたから、まだ開けてみるまでわからない。うん、ちょうど今、日本時間の朝の9時に、投票締め切りなんですよね。でも今ネット見てますと、まだたくさん若い方が投票所に並んでて、でこの日本時間の9時までに並んだ人はまだ投票できるということで、うん、かなり注目のレースですよね。いや、サンダース陣営からしたらここに欠けてる。そうなんですね。一つはミシガン州というのはアメリカでは珍しくアラブ系の方、それからイスラム教徒が多いんですね。で、このアラブ系の方たち、そしてイスラム教徒の人たちはサンダースおじさんを大統領にしようというのをやってて、はいはい、それからまあバイデンさんは黒人に強いんですよね。ただ黒人の公民権運動の指導者だったジェシー・ジャクソンというのがサンダースを支持しようというのを訴えて、はい、ちょっとサンダースにとっては大きな援軍が来たなというところですね。ただ開票はかなり時間かかるみたいで、はい、日本時間で今晩ぐらいしかまだ結果は出ないと言われてます。はい、まあ、いずれにしてもここはちょっとキーになるところということですね。そうですね。はい、ということで高橋和夫さんありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。
グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りしました。今借金をしている方も、過去にしていた方も、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。クレジット会社も対象です。カードや明細がなくても大丈夫。お電話いただければ、わずか5分ほどで、過払い金があるかどうか無料診断いたします。調査無料。過払い金を取り戻せなければ、一切費用をいただきません。調べて過払い金がなくても無料です。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所0120-077-557 0120-077-557。ここでアサヒ飲料からのお知らせです。世代を超えて多くの方に愛され続ける三ツ矢サイダー、1884年に誕生し130年以上の歴史があります。三ツ矢サイダーに使われている水には強いこだわりがあり、安心安全美味しさのために念入りにろ過した磨かれた水を使用しています。また果実や植物から集めた香りを抽出して独自の配合をした三ツ矢サイダーフレーバーを生み出しました。爽やかな味わいをより一層引き出すために熱を加えない製法を採用していること、保存料を使用しないことも三ツ矢サイダーのこだわりです。シュワシュワとした炭酸感とすっきりした味わいを楽しむことができる混じり気のない透明炭酸。こだわりを貫き、世代を超えて多くの方に飲んでいただける美味しさを今日も作り続けます。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の染谷明子さん、お願いします。よろしくお願いします。もう外は15度を超えています。すごいね。高いですね。どこまで行きますか。今日は20度を超えそうです。暑いくらい暑いよ ね。桜咲いちゃわない、これすごいですね。はい、あと靖国神社に標本木があるんですけれども、まあ、5、6輪咲いたら開花の宣言ですね、はいはい、今日多分 1、2輪咲いちゃうじゃないかと。じゃあリーチまでは来そうですね。そうなんです、ね、はい、あの月曜日も暖かかったんですけれども、それでも東京は20度に行きませんでした、うん、でも今日は東京も横浜もおそらく20度を超えてきそうです、はい、で天気はこの後安定していてよく晴れそうです。ただ外北風が結構強く吹いているので、夕方以降は、まあ、意外と風がひんやりと感じられそうなんですね。そうですか、はい、はい。なので夜9時以降は朝よりも気温が下がってきそうなので、帰りが遅くなるという方は羽織るものがあると良さそうです、はい。まあ、昼だけのお出かけだったらコートはいりません、うん、そして雨上がり、気温が上がって風が強い。花粉ですね。そうなんです。心配。はい、あの、実際に朝6時ぐらいから、とってもとっても飛び始めています。はい。なので、今日、万全の対策で、はい、お出かけください。そして、明日も晴れるんですけれど、明日の方が風が収まるので、明日の方が、まだ、洗濯物とかを干すには、いいかなと。マシってことね。まだマシっていうところです。はい。はい、なので、まあ、今日は外干しは花粉症の方は避けた方がいいと思います。はい。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。和波本舗の久本雅美です。TBS ラジオ主催、和波本舗全体公演、オート花魁。私たちも待ちに待った3年ぶりの全体公演。みんな、見に来てね。5月27日から31日まで、中野ゼロ大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。伊集院光とラジオと、火曜日のレギュラーコーナー俺の五つ星。忘れられない思い出の味やレストランって皆さんにもありませんか。そんなお店やメニューが今どうなっているのかを調査報告しているコーナーです。現在皆さんから調査してほしい思い出の5つ星メニューを募集しています。お名前、ご連絡先、直
調査してほしいメニューの詳細を書いて番組宛てにお送りください。メールの場合はアルファベット小文字で ij@tbs.co.jp、 おはがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと俺の五つ星の係までです。たくさんのご応募お待ちしています。時刻は9時20分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速の下りは横浜町田インター付近、事故の処理が続いて8キロ通過には40分。外環道の内回りは戸田西付近で事故の一報です。詳しいことまだわかりませんが渋滞が出始めています。千葉の京葉道路の下りは貝塚付近、大型トラックが故障して止まっている影響で14キロ、茨城から1時間。また影響で交わる東関東自動車道の下りは宮野木ジャンクションで1キロ渋滞しています。一般道は神奈川県内の横浜市の国道246の上りは緑区の長津田で乗用車とトラックの事故のため1車線が通れず500メートルほど流れが悪くなっています。また千葉県内は国道14号の下り、千葉市美浜区真砂2丁目付近、こちらは故障車のため1キロほど渋滞しています。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分頃にお伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。保険料は例えばベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間 32,740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。60、70と年を重ねるにつれて長時間歩くのが億劫になっていませんか？実はそれ、年齢とともに筋肉が落ちているからかも。でももう年だからどうしようもないか。諦めないでください。筋肉は一般的におよそ48日間で半分が生まれ変わると言われています。つまり今からでも筋肉は適切な食事と運動で減らさず維持することができるんです。再瞬間製薬所の長白仙人は筋肉や血液などタンパク質の元となる栄養素のうち必須アミノ酸を 1000mg、 さらに希少な高麗人参、長白人エキスを配合した食べやすいゼリーです。食事、運動、長白仙人、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは長白仙人 0120-777-444-7 が3つ4つ最瞬間製薬所まで。モノタロウ、モノタロウ、自動車整備で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日はバイク用品代とかの日、工場の味方、モノタロウに検索。5月5日は子どもの日、5月人形をお求めなら吉徳の人形へぜひどうぞ。顔が命の吉徳。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りします。伊集院光とラジオとあれと、あれなレコード、あれコード。さあ、時刻は9時24分です。アレコードのコーナーです。今日のアレコードコーナーはですね、はい、いつも学校に通ってる時間なんですけども、まあこういうご時世なんで小中高生も聞いていてくれるかもしれない、うん、メッセージもね、実は10代からすごい来たり子供から来たりするんですね。 ありがとうございますということで、はい、これまでにオンエアした曲の中から特にお子さんに楽しんでいただきたいアレコードを集めました、はい、子供アレコード特集という、はい、
ね。ということで、解説をしてくれるのはこの方です。はい、平たく言うと、おかしなレコードを集めている楽しいおじさんです。楽しいおじさんです。はい、エチバテーコラクションです。よろしくお願いします。手洗い、うがい、あれコードでね。そう、今日も行きたいと思います。手洗い、うがい、あれコードをナイス。行きたいと思いますんでね。まあ、あれコードっていうのは、はい、変で、かっこよくて、おバカで、面白い歌です、はい、そういうレコードを集めていますね、はいはい。でもね、深刻な話、DJ が活躍するようなイベント、このコロナ騒動で結構中止になってます。そうなんですよ。僕今月で3本飛びましたね。あ、そうですか。やっぱ子供も集まるし、お年寄りも集まるし、こう外でやるイベントとかも。そうか、チンバン亭は結構そこ広いから、そう、寄りそうだ。そう、で、まあ国がやってたりね、町がやったりするんで、はい、もうなくなったりして、なかなか大変ですよ。じゃあちょっとラジオで安全にあれコードを、はい、聞いていただきましょう。はい、うん、もうね、1曲目はね、これしかないです。はい、はい、大杉久美子さん、若草児童合唱団のピンキーマウスマーチェさん来ました。なんか、その、何の先入観もない子供たちが聞いてどう思うかって。そうですね。そうでしょ。はい。そういうことでしょ。うん、そうですね。お母さん、この曲変だよっていう。うんうんうん、お母さん、この曲、あの曲とあれだよって言うかどうかですね。はい。ぜひ、その辺もね、はい、子供の反応見ながら。聞いてみます。そうですよね、はい、ご家庭の方、子供がどんな感じの反応するのかを、ぜひぜひ見ててください、はい、行きましょう。聞いてもらいましょう。大杉久美子、若草児童合唱団でピンキーマウスマーチ。タンタラッタラッタラッタ、タンタラタタタタタ、僕らの憧れヒーローはピンキーマウス、ピンキーマウス、ピンキピンキマウス、どんな猫大事の武勇伝、ピンキマウス、ピンキマウス、ピンキピンキマウス、ピンキマウス、ピンキマウス、さあ楽しく歌おうよ、僕らの仲間の旗印、ピンキマウス、ピンキマウス、ピンキピンキマウス、僕らの憧れヒーローはピンキーマウス、ピンキーマウス、ピンキピンキマウス、犬にも負けないスポーツマン、ピンキーマウス、ピンキーマウス、ピンキピンキマウス、ピンキーマウス、ピンキーマウス、さあ楽しく踊ろうよ、僕らの希望の旗印、ピンキーマウス、ピンキーマウス、ピンキピンキマウス、曲です、ね、最高ですね。元気出ますね。ねえ。これは、チンバン亭おじさんと一緒に、千葉のリサイクルショップで見つけたんですよね。そうでしたね。もうすごい、ゴミの中からね。拾って、ゴミって言ったらあれだけど。そんなことないですけどね。そう、本当に、まあまあ、リサイクルショップ兼レコードも充実するお店で、はい、いろんな仕分けがしてあるけども、はい、もうひとまとめ、どれでも100円みたいな
ないところに入ってたの。そうなんですよね。で、あとは、その、お子様がもしですね、お母様、お父様の、お子様がもし、舞浜のって言い出したら全然関係ない。関係ない。舞浜とは全然関係ない歌だっていうことを、お子さんには教えてあげてください。うちの子供たちも本家行って歌うんで、これ。ダメだダメだ、ね、あれ、ちょっと待って、出た。親がドキドキしちゃう。本家って何、本家ピンキーマウスの歌俺らは流してるんだけど。そう、まあ、とか、これ本家ですもん、ね。元祖のピンキーマウスの歌。ですから僕らはね、赤いオーバーオールとか着ないですから、一切ピンクで、ピンクですから、ピンク、ピンクですから、ピンキーマウスですからね。あの大杉久美子さん、はい、ゲストいらっしゃった時に、はい、大杉久美子さんどう思いましたかって聞いたところですね、はい、遊び心に溢れてる。いいですね。いい言葉ですよね。さあ、子供あれコード2曲目ですが、はい、フランク永井さんの裸の歌。裸の歌。はい、フランク永井さんっていうのは、もうムード界大人の歌を歌ってるとても素敵なおじさまなんですけども、うん、はい、そのフランク永井さんが子供向けのアルバムを出してます。レコード出してます。フランクおじさんと一緒っていうすごい。で、まあ、あのちびっこみんなに聞いてほしいっていうことで、はい、この、裸の歌、はい、ね、裸の歌、これ子供の心を多分掴むと思うんですよ。ちょっと聞いてもらいましょう、はい、フランク永井裸の歌。着物を脱いだら誰でも裸、指屋さんも裸、看護師さんも裸、こっさんも裸、ららら裸、ららら裸、裸裸裸になって海にざぶんと飛び込みたいな。こんなに熱くちゃ熱くちゃくちゃちゃ、生まれた時には誰でも裸、兵隊さんも裸、おまわりさんも裸、牧師さんも裸、ららら裸、ららら裸、裸裸裸になって海にざぶんと飛び込みたいな。こんなに熱くっちゃ熱くちゃくちゃちゃ、裸裸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 、うん、ヤッホーの少年もう60歳ぐらいなってんだね。ね、うん、この時2、3歳としても61にってことでしょ。はい、すごいなぁ、どうされてるかしら。ちびっこのみんなテンション上がって裸になるのはやめてね。冬だから。そうですね。冬だからね。そうそうそう、いや、裸言いますね。すごいですね、これね。うん、久々聞いて思い出したんですけど、郵便屋さんも看護師さんもコックさんも裸だと。はい、その後、ラララ裸って言うんですけど、はい、このラは、ラと、ラ体とかかってるのかかかってないのかっていう、あ、なるほど、議論も僕の中ではあります。ありました。ね、で、結論が出たんですけど、どっちでもいいっす。そうですね。さあ、続いて。子供アレコード3曲目なんですけど、はい、やっぱり子供といえばね、はい、絵描き歌ですよ。あ、ですね。ですね。絵描き。伝説の絵描き歌です。はい、で、ウルトラ怪獣絵描き歌図鑑についていたそのシートの中より、はい、浅戸哲也さんでザザーンと。ちびっこみんなのね、これはね、はい、ザザーンっていう怪獣がいるんです。で、そのザザーンっていう怪獣が描ける。絵描き歌を聴きながら描けば描けるっていう歌の
はずです。はずです。ね、うん、あの、ちびっこのみんな絵描き歌知ってるかなと思っていろいろ調べたら、はい、当然、アンパンマンの絵描き歌とかあるわけです。はい、うんうん、今もやりますよ、うんね、子供たち。子供たちね、アンパンマンの絵描き歌を聞きながら描くと、はい、もう自然とアンパンマンが描けるっていうのはわかると思いますから、ね、まずは、その絵描き歌とは何かということで、はい、戸田恵子さんのアンパンマン絵描き歌をちょっと聞いてもらいましょうか。ちょっとアンパンマン描いてみて。はい。それから黒い豆二つ、豆二つ、眉毛ピクピク、おいしそう、おいしそう、ほっぺたぷくっと膨らんで、膨らんで、にっこり笑ったアンパンマン、アンパンマン、超かける。かけました、超かける、かけました、誰でもアンパンマンがかけますね、ね、ね、うん、でこのザザーンなんですけど、うん、おじさんはザザーンっていう怪獣を知ってますけど、はい、かけません知っててもかけないとは、知っててもかけない、かけません、うん、なんならあのザザーンの写真を見ながら書いててもこの歌は邪魔ですでは浅戸哲也さんでザザーンの絵描き歌。海の中から現れた波をくぐって現れた、鋭いその目でキョロリと睨み、もどくガスを口から吐いた、炭酸ガスだ、毒ガスだ、もじゃもじゃもじゃの海藻の体は海藻、もじゃもじゃのヘドロの海の海藻の、もちゃもちゃ足で現れた、汚れた海のその体、東京湾に現れた、ほなほにゃ弱いザザンザザンザザンだよ。何声も。これ何の声ですか？声です。ザザンの声。ザザンの声。はい。いまだに謎なのは、気持ち悪くしたいのか、可愛くしたいのかがもう全然わかんない。ザザンだよ、とか、ロックがすんだとか言うんですけど。これはですね、岡村みどりさんという変なレコードを持ってるお姉さんがいるんですけども、そのシートマニアのね、ね、はい、このお姉さんはこれ変な歌をいっぱい持ってるんです。すごい。ね、いろんな大人の方がね、います。ね、いますね。ね、貴重ですよね。何度トライしてもザザンが書けないんです。ね、いやー、本当。なんか海藻海藻って言ってるけど、東京湾のね、怪獣だからね、うん、あともじゃもじゃもすごい言うんですけどね、はい、毒ガスってどう書けばいいのってなっちゃいますけどね、ウォン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 って感じなんですよ ね、 ただなんかね、僕ね、子供の心はつかみそうな気がするんですよ、現代っ子の心も、ね、結構ね、残りますよ、いや強烈ですよ、怖い方が残るじゃないですか、なんか、ね、あ、じゃあすいません、こんばんお母さん添い寝させて添い寝をしてあげてください、そうそうそう、抱きしめてあげてください、そうそうそう、さあ続いて、はい、子供派レコード、4曲目ですね、4曲目はですね、これ僕のすごい好きな歌なんですが、杉並児童合唱団で、はい、チンジャラマーチっていう、はい、
これもね、コント番組、コント番組の見頃食べ頃笑い頃っていうコント番組が、はいはいはい、僕が小学校5年生ぐらいの時にあって、多分その中に出てきた曲なんだと思うんですけども、うん、まあ、大元は軍艦マーチ、それパチンコ屋さんとかでよくかかってるその軍艦マーチなんですけどね、はい、途中のフレーズとかが謎なんですよね。僕たまに口ずさんでる時あるんですけど、10円取られた帰り道知らない子犬がついてくるっていう謎のフレーズ。すごいいいんですよね。寂しい道を一人旅で歩いてる時に必ず僕この10円取られた帰り道知らない子犬がついてくるをどうしても歌っちゃうんですよね。自然にね、うんうん、聞いてください。杉並児童合唱団でチンジャラマーチ。これで終わりですよ。ポンポンポン。はい、この感じで終わっていきます。終わり。はい、終わっていきます。やっぱり10円取られた帰り道知らない子犬がついてくる、やっぱすごいね。悲しすぎますね。急に転調するからね。テンション上げるだけ上げて。うん。急激ですね。ね。でもこれね、歌詞聞き取れないところを言うと、カンカンお母さんの七不思議。お母さん、怒ってるお母さんの七不思議。カンカン。テレビがあるのに見りゃ怒る、うん、漫画は本には数えない。この辺は多分普遍的だよ。今もそうですね。子供を産むのにその訳を聞いたら真っ赤になるだけ。本当にねえ、ねえ、ねえ、うん、そうですよ。でこんだけ元気に言っといて10円取られた帰り道知らない子犬がついてくる。まあ、ちびっこが聞いてるとしてですよ。これどういう意味、はい、ってお母さんに聞くのはやめてください。はい、あの、大人にもわからないです。ね、なんでこんな歌詞なのか。さあ。ラストは、はい。
これはもともと子供向けの歌でも何でもないんだけど、はい、絶対俺子供ハマると思うんだよね。子供って変なテンション好きじゃん。うん、あの、和田アキ子さんの、晴れのち曇り。はい、ほんがほんが。あ、出ましたね。ほんがほんが。ほんがほんが多分ね、子供絶対好きだと思うんで。これはアッコさんは歌の部分だけ先にレコーディングしたんだけども、発売されて聞いたらほんがほんがが入っていたっていう。勝手にね。勝手に入れられたという。じゃあ聞いてください。和田アキ子で晴れのち曇り。ほんが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 。あー。ほんが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 。ほんが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 晴れのち曇りの男の心さ部屋の鍵を私に返してあなたは黙って靴を履いたどうにもならないこと泣いても仕方がないさ恋はいつも不幸な結果に終わる明日はベッドの位置をちょっぴり窓辺にずらし模様替えをしよう、うん、あなたへ用事の電話が来るたび避けていますと嘘をつくのほんが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 晴れのち曇りの男の心さ終わるあなたが残していった私の嫌いな酒が今じゃ眠りぐすりあなたの匂いもだんだん薄れて呼吸をするのがとっても辛いいやー結局あのちびっこ向けじゃなくて俺が好きなんだな今日の曲ね今日の曲全部俺が好きなんだっていうコモエスタ八重樫おじさんが言ってましたけど、はい、おじさんが言ってたけど、そのアッコさんはレコーディングした時にこのホガホガ入ってなかったと、はいはいはい、でロビー和田さんっていうディレクターが、はい、まあ後で入れて、はいレコード出来上がったの聞いたら何これっていう感じだったって言うんですけど、コモエスタおじさんが言うには確信犯だと、はい、絶対もうレコーディングの時点でこれは入れる予定だったはずだっていうふうにねおっしゃってましたね。すごいなぁ。いやぁ、でもさ、ちびっ子たちはさ、例えばさ、はい、今、学校の放送室のレコードとか見っけてさ、はいはい、それがアレコードって知らないで育つけど。そうですよね。うん。後であれっていう。だって、ピンキーマウスマーチだって、ちびっ子の頃は普通に聞けちゃいますもんね。いや、そうだと思いますよ。だから、学童のそういう向けに作ってますから。そうですよ。あった実は幼稚園とか。そうです。だから先に聞いた人は、はい、あれ似てる曲がある。そうそう。アメリカに似てる曲があるそう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 、ね。これだから言うタイミングが親としてね、はい、どうしたらいいんですかね、その、はい、
まあね、あの、自分で気づいていくまで見守ればいいのかな。ピーキーの方のランドはどこにあるの？そう、うん、そうですね。連れてって。連れてって。ピーキーのパレードはいつやるの？どうしたらいいのかな、ね、これは。はい。うん、ということで、ね、今日はまあ特別な特集、はい、子供アレコード特集でしたが、また新しい面白いの持ってきてください。はい、はい、今週のアレコードコレクターは、和物 DJ、チンバンテー、娯楽、師匠おじさんでした。おじさんでした。ありがとうございました。ケーズ電機。安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見れて、お得な限定クーポンも配信中。今すぐケーズ電機安心パスポートアプリをダウンロード。みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。海鮮ユーレックです。警部、被害者宅の食卓が唐揚げ、餃子、とんかつでいっぱいです。警部、隣の部屋に被害者が。誰にやられた？油にやられました。大吾です。胃もたれ食べ過ぎに効くのは大体酸 A 錠剤。胃の中の油を分解。ウィッシュ第2類医薬品です。伊集院光とラジオとアレと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りしました。防災ワンポイントメモ。大きな地震があると電車は運転を見合わせます。運転再開までには時間がかかることが予想されます。安易に駅に集まると大変な人だかりで怪我をするかもしれません。電車の運行情報はぜひラジオで確認してください。 TBS ラジオからのお知らせでした。突然訪れる大災害、そんな中、最強信用金庫の東京都と連携した最強防災融資と、防災用品を備蓄する最強防災定期預金が話題です。お問い合わせは最強信用金庫フリーダイヤル 0120-049-319 レスキュー最強。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。65歳以上のドライバーの方へ、対歩行者衝突被害軽減ブレーキをはじめとする予防安全機能を備えた車サポカーを購入すると、今なら補助金が最大10万円支援されます。この機会に 95% がサポカー補助金対象車種のトヨタのお店へ。痛みでお悩みのラジオの前のあなた、あなたの痛みはいつ頃からですか？昨日今日の痛みなら一時的に痛みをしのぐお薬がいいでしょう。しかし、いつからか痛み出したリウマチの痛みや関節炎などには、最瞬間製薬所の通算とお試しください。痛みを散らす醤油と書きます。通算とはですね、肩、膝、腰や関節などの痛みを徐々に緩和して、痛みの起きづらい体を目指す漢方に学んだ医薬品なんです。まずは無料の止血薬をお試しください。無料の止血薬のお問い合わせは 0120-305-305 です。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。通算とは指定第二類医薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305、最瞬間製薬所通算とです。夫婦で手つなぎデートが流行ってるらしいわよ。そうなの？ねえ、TBS ハウジングでデートなんてどう？いいね。マイホームも考えなきゃね。ありがとう。夢を形にしませんか？住宅展示場といえば。時刻は9時53分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは横浜町田インター付近での事故の処理は終わりました。8キロ渋滞が残っています。外環道の内回りは戸田西付近、車2台の事故のため右車線が通れず2キロ、通過には15分。
京葉道路の下り貝塚付近に止まっていた故障車は移動しました。この時間は穴川を先頭に12キロ35分かかっています。一般道神奈川県内の茅ヶ崎市の国道1号は松林中学校入り口付近、乗用車とオートバイの事故の処理が続いて両方向1車線が通れず渋滞しています。また国道16号は横浜市旭区今宿新名車前付近、こちらも事故処理続いて通行止めです。埼玉の県道羽生栗橋線の上りは羽生市小松台付近、故障車の影響で1キロです。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分頃にお伝えします。にゃんぱく宣言。お前俺の飼い主ならば俺の体俺より管理しろ。家の外に出してはいけない。飼えない数を飼ってはいけない。正しく飼ってずっと一緒に、日本動物愛護協会。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。法律事務所ホームワン。ホームワンの過払い金無料診断なら、過払い金が出なくても調査費用はいただきません。あなたも過払い金があるかどうか調べてみませんか？せっかくご相談いただいても、時効だったという相談も増えています。過払い金が取り戻せるうちに、ホームワンへお電話ください。東京弁護士会所属、弁護士法人、法律事務所、ホームワン。還元型還元型抗炎剤無給店。還元型還元型抗炎剤無給店。健康寿命100年時代抗炎剤無給店。これからは還元型抗炎剤無給店。金香です。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からゲームプレゼンターの高橋名人をお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは探しています。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、ね、絵本、はい、昨日も盛り上がりましたけども、朝香さん、女性37歳、はい、ありがとうございます。私がずっと探しているのは絵本です、うん、今から30年くらい前、ウォーリーを探せの大ブームで、はい、あ、そう、うんうん、俺もそこそこ大人だったから、なんか不思議も30年も経ってんだ、いろんな探し絵の絵本が出ていました。そんな中で私が好きだったのは猫の探し絵絵本で、消防士や警察官の制服などいろんな服を着た猫が街の中にたくさんいる絵でした。当時はとても人気があったのか、その猫のキャラクターのお菓子も発売されていて、おまけとしてプラスチック製の3センチぐらいのルーペがついており、うん、そのルーペで絵本の中の猫を探していました。へー、時々思い出してはネットで探すのですが、似たような絵柄すらも見つかりません、うん、タイトルさえ分かれば古本屋さんなど探してみるのですが、うん、ここまでのメジャーなもので出てこない、いや自分も少し探したければ出てこないんだけど、誰かいますかね、それなら知ってるって方いたら教えてほしいですね。うん、あの昨日のあの熊のケーキ屋さんのやつも結局ちょっとそれっぽいやつは教えてもらったんだけど違うんだよね。うん、行列のできるケーキ屋さんは、うち保育園で大人気で、知ってるっすね。はいはい、娘が大好きですね。最後にアリがケーキを作ってもらうって話ではないんでしょ？そう、アリが自分で作っちゃうんですよね。
そう言ってたね。空から落ちてくる。な、本当はその象、熊さん、熊のケーキ屋さんにいろんなお客さんが来て最後はアリに作ってあげるって話だって言うんだけど。もし情報があればそちらの方も寄せてください。ロイヤルブレッド。パンってね、そのまま食べると本当の美味しさがわかるの。うん。だからサンドイッチも手軽に美味しく。うん。美味しいパンは生でわかるんです。山崎ロイヤルブレッド。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。商工中金の個人向け定期預金マイハーベスト、お誕生日を迎えるあなたにとってもお得なキャンペーン実施中。10時です。TBS ラジオ伊集院光とラジオと高橋名人と、おはようございます。今日はですね、伊集院さんとは十数年ぶりなので、どんな話の展開になるか私自身もちょっと楽しみというか恐怖でいっぱいだったりしますが、とにかく皆さん楽しんで聞いていただければと思います。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの安田美香です。いや、久しぶりですよ高橋名人。僕もゲーム管理の仕事いっぱいやってきたんで、なんか節目節目にはお会いするんですけども、でもね、その16連射とかさ、あとゲームは1日1時間とか、そうですよ、まあその懐かしいって世代の人もいっぱいいると思うんですけども、今思うと高橋名人ってそのゲーム会社の社員でプロモーション活動をやってたのね。そうだったんですね。そうなの。で、その名人がゲームあんまやんなっていうわけじゃん。はい。1時間っていうのって結構勇気いるよね。そうですね、今考えればね。ゲーム会社の売り上げだけ考えたら、はい、倒れるまでやれっつって。ね、まあね、本音ね、そういう、ね。ね、だけど、なんかその辺はすごくこう良かったね。やっぱゲームって、まあ今もなんだけどさ、敵視されがちなんだ。そんな中で、みんな名人の言うことは聞いたから、ね、そうでしたね。それすごい正しかったと思うんだよね。で、昨今はこう、e スポーツってそのゲームを競うことで高額賞金の大会みたいなね。その、ゲームのプロ同士が戦う様を観客が見るみたいな時代でしょ？ね、なんか大イベントなんですよね。すごいよ。アメリカなんか億単位の賞金出るような大会あるんで。億ですか？ね。で、名人はある意味それの走りなんだよね。高橋名人対毛利名人っていう戦いをちびっこがみんなでもう見たかったわけだから、ちょっといろんなお話この後高橋名人としたいと思っております。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい知りたい食べたい金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗。水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト高橋名人は1959年生まれ、北海道出身の現在60歳。スーパーマーケット勤務やカルチャーセンターの講師などを経て、1982年ゲームメーカーハドソンに入社。宣伝部の社員として参加したゲームイベントで披露した16連射が脚光を浴び、一躍子供たちの憧れの存在となりました。また2011年ハドソンを退社後は、ゲーム番組の制作会社を経て、ゲームや音楽ソフトなどの企画販売を行う会社に移籍。現在は
ゲームプレゼンターとしてイベントやネットなどを通じてゲームの楽しさを発信し続ける高橋名人が本日のゲストです。ということで、スタジオには高橋名人です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。名人はずっとキャップをかぶってたのが、今はキャップがスキンヘッドになったっていう。でも、それ以外は見た目あんま変わんないですね。そうですね。もう去年還暦になって。還暦、名人還暦ですか？還暦ですよ。だって名人始めたの35年前ですよ。はあ。本当お若かったんですね。いや、ね、35年もったいないとこんなのになりますよ。当時何歳？26歳。じゃあ割と入社して普通にゲーム会社に入社したんですもんね、最初ね。そうです、そうです。っていうか、最初はスーパーマーケットなんですよ。スーパーマーケット？札幌の。ほうほう。で、それで、バイト入れて4年いて、ほう。で、82年からハドソンに入ってるんですね。はい。だから23歳の時なんですよね。へえ、まあ、ハドソン、やらなきゃハドソン、ね。まあ、買わなきゃハドソンとか、ね。買わなきゃハドソン。はいはい、まあ、有名なゲーム会社で。はい、最初は、なんで、例えば、なんとかな、部署があるじゃないですか、ハドソンの中でも、はい。最初入って1年間は営業部だったんです。はい。で、まあ、まだファミコンが登場する前なので、パソコンゲームなんですよ。はいはいはい。で、それで秋葉原とかの店に、こう、カセットテープのプログラムをこういっぱい売るという方向の営業だったんですね。うんうん、で、83年7月にファミコン登場して、うん、で、ハドソンがファミリーベーシックというプログラムを開発し始めたのがきっかけで、で、翌年にファミコンのロードランナーと夏&ミルクっていうのを発売して、そこからハドソンとファミコンがこう、サードパーティーのソフトメーカーとして動き始めた。ああ、だから最初はファミコンすらない時代のハドソンに入ってるんですね。そうです、そうです、そうです、そうです。で、ゲームっていうのはその、家のコンピューターのメインの仕事はお父さんのその、いわゆる会社の仕事なんだけども、ゲームにも使えますよ、うん、みたいな。っていうかね、僕それを、間違えてじゃないけど、パソコンで買ったんですよ。ほう最初にコンピューターをね。はい、だからメモリーが 32KB なんですよ。はい、3万2000文字なんで、OS 入れてプログラム入れたらもうデータ容量ないんですよね。はい、はいはいはい。でね、野菜の管理をしようと思って買ったら、キュウリだけで1週間分も入らないんですよ。そうか、スーパーマーケットの店員として、そう、仕事のためのパソコンなんだけど。買ったら。それが、今のパソコンとはもう段違いの、まあ、低性能だから、使えなかったんだよ。そうなんですよ。それで月刊マイコンとかね、はい、見たらゲームのプログラムが入ってるから、それをこう入力して、で、ゲームをして遊んでたっていう方向になったんですね。懐かしいね。要するに専用カセットとかじゃないの。当時は、雑誌の後ろにプログラムがずーっと書いてあって、それを少年たちは、全部打ち込んで、はい、自分で打ち込んで、で、その出来上がったゲームを、まあ、自分でやったり、お友達とやったり、はい、で、入力ミスがあると動かなかったりとか。シンタクスエラーとか出るんですね。懐かしい。で、シンタクスエラー何本って出るので、その行番号を見て、あ、ここ入力ミスがあったっていうのを直していくわけですね。すごいんだよ。本当に、丸一週間ぐらいかかって打ち込んだやつが、いよいよゲームできると思ったらできないわけ。ピーってなって、はい、155行目に間違いがあります。で、それを直して、よし、これでいったら、ピーってなって、340行目に間違いがあります。って、それをずーっと繰り返すんですよね。そうですよね。本当に長いコードなんですね。はいはい、だから当時、ハドソンが何をやってたかっていうと、そのプログラムをカセットテープに記録して販売してたんですよ。はい。だからめちゃくちゃ売れて、うん、で、だから当時はね、振り込みじゃなくて現金書き止めなので、ほうほう、郵便屋さんが段ボールでそれを持ってきてくれたという。はあ、じゃあもうハドソン、まあ勢いのいい時代で、この時はね、私31番目の社員なんですけど、だいたい15億ぐらいあったんじゃないかな、売り上げが。少人数ですもんね、今から考えたらね。1人5000万ですね。すごいね。で、そっからまあ、ファミコンっていうもんができました。はい、でいて、ファミコンソフトを作るようになります。そうするとこう、やっぱりこれもデモンストレーションして売りたいじゃないですか。はい、そこで名人になってくるでしょ？そうですね。はい。だから、ロードランナーは売れたんですよ。100万本超えたんで。はい。で、次に出したバンゲリングベイっていうやつが。ヘリコプターのゲームです。はい。で、これがですね、面白いんですよ。
今見たら面白いですけど、面白いですよ。当時の子供にはダメ通用しなくって、そうだったか。クソゲー扱いになったんですよ。俺そう、でも僕高校中退して時間がすげえあったから、はい、すげえやってたけど、あ、そうです。そうなんですよ。思ったほどはいかなかった。はい。で、その次がチャンピオンシップロードランナーだったんですよ。じゃあロードランナーの続編が売れたやつの続編っていうかめちゃくちゃ難しいんですよね。はいはいはい、で、バンゲリングベイの次だから、もうこれどうなるんだろう。で、そこで一回じゃあ子供の反応を見てみようっていうことでイベントをやったら、そこが受けたんですよね。はあ、2打席連続 で、はい、失敗はできないから、ちゃんと様子を見たいっていうことだ。はい。はいうんはい、で、そのイベントが、これを全国でやったら面白いんじゃないかっていうことで、85年に全国キャラバンファミコン大会という、うん、それで、スターフォースというシューティングゲームで、うん、で、私と毛利くんがデビューしたっていう感じなんですね。さあ、このスターフォースはまあ宇宙船でバンバン撃ちながらね、はいはい、先進んでいくゲームなんですけど、うん、ここでバロ、1秒間16連射。16、はい。なんかこのあたりからちょっと名人が子供たちの超ヒーローになってきますよね。はい。そうですね。ていうか、あの頃ってファミコンの話できんのって、みんな普通だとメーカーさんに行くじゃないですか。はい。だから任天堂さんに行けばいいのに、はい、大体私のところ来ましたからね。うん。でも画期的でしたよね。今でこそそういうちょっと、その、ゲームのキャンペーンにキャラクター背負ってる人っていましたけど、うんはいはい、他にいなかったですもんね。いないです。だからね、コロコロコミックさんとかでも調べると、うん、メーカーの人間がグラビアとかに登場してキャラクターになって、うん、商品を紹介するとか、うん、漫画になるとかっていうのって、うん、私が大体第1号なんです。そうだ。はい。高橋名人の漫画ができちゃって、で、さらに高橋名人の、ゲームやってる人なのに、高橋名人の冒険島っていう、高橋名人が動くゲームを。そう。やりました、やりました。うん。やったことある？あります。スケボー乗ってさ、高橋名人がさ、無人島で敵と戦ったりするんだろ。名人って実際スケボー乗れました？うん、乗らない。絶対あのゲームやってたら、自由自在にスケボー乗れる人だと思う。スケボー上手い人なんだよ。いや、あれは、あの時はね、はい、スノボー、スケボーは、会社内禁止だったの。ほうほうほう。スノボーで怪我して骨折したやつがいて、はい、仕事にならないだろうと。じゃあお休みにもスノボなんか行っちゃダメだし。行っちゃダメだよと。で、それを類するものとしてスケボーもやっちゃダメだと。はい。だから、お前が怪我したら、あとどうすんだと、いうふうになったんで、もうほぼ禁止なんで、乗る練習すらできなかったです。ごめんなさい、こんなこと聞いていいですか？はい。ああいうイベントとか、うん、別ギャラ？いや、もう給料ですよ。死ぬほど忙しいでしょ。下手すると3ヶ月ぐらいね、はい、睡眠時間2時間半ぐらいの時ありましたね。だからもう移動時間が睡眠時間。うん。なんですよね。はい、はい。だから東京、はい、大阪行くのに新幹線を使うんですよ、わざわざ。はい。飛行機だと1時間なんだけど、うん、新幹線だと2時間半寝てられるという。むしろ、小玉に乗りたいっていう。そう、ね、光だと早すぎるからっていうぐらいの。ただ、小玉だと、ちょっとさすがに間に合わないので。うわだから、よく考えたら、空港まで、あの時って30分以上前に行かなきゃいけないし、はいはいはい、で、降りてから移動もあるので、距離そんなに時間変わらないんですよ、新幹線も。うん。だからね、新幹線はよく、本当に僕の寝室でしたね。へ、ね、ぇ、うん、すごい、このブームがものすごい沸騰しちゃって、はい、この人主演で、だって元々はハドソンのおじさんなんだよ。まあ、お兄さんだ。ハドソンのお兄さんなのに、主演映画とか撮り始めるわけ。そう。俺、未だに家にビデオありますけど、本当ですか。はっちゃき先生の東京ゲームっていう、はい、ゲームと関係ないですよね。全く関係ないですね。学校の先生役で、うん、脇がすごい。だからある意味演技としては素人のこの名人が主演だから脇がすごすぎて、はい、花はじめさん出てたでしょ。校長先生ですね。平田充さん出てたでしょ。はい、教え子の、お父さんですね。うん、あと、鈴木穂奈美。はい。僕の恋人になるかならないかみたいな。おじさんだよ、普通の。普通のおじさんの恋人役でも、もうホリプロが一押しでデビューさせた鈴木穂奈美出てて。半年でどんな感じなんですか？レコード出してくれからもう目が回るような、こう、依頼がいっぱい来て。どんな感じっていうか、もう、うん、来た仕事としてやるしかないんですよ。うん、だから映画撮るからと、あ、はいって。だからもうセリフを覚えろとか。会社員ですもんね。そうですね。会社員ですもんね。そうです。上から言われたら。だからレコーディングなんか、だってその日の朝来ますからね。
朝あの、大体歌手の方って、一週間ぐらい前にサンプルもらって、はいはい、当たり前です、ね、自分なりにこう歌をやるじゃないですか。うん、こういう風に歌おうとか、うんうんうん。違うんですよ。朝、会社に行ったら、あの、社長に呼ばれて、じゃあちょっと行くからって、車の中でデモテープを聞いて、あの、譜面を見て、曲、なんすかこれ言ったら、今日の収録だよって。はぁ。本当に、だからその日、僕10曲ぐらい出しますけど、基本的に全てその日ですよ。すごいでしょ。そんなことが。すごい、なんだろうね、その、ファミコンの成長、ハドソンの成長とともに、はい、なんかその渦にこう、激流に巻き込まれる感じの、そう。高橋名人ブームで、で、さっきもちょっと話したんですけどね、はい、そんな中で、ハドソンの社員である高橋名人が、ゲームは1日1時間って言うじゃないですか。はい。今思うと、ちょっと、冒険っていうか、うん、よっぽど冒険島だとこっちの方がね、はいはいはい、ゲームいくらでもやれよって言った方が売れそうなもんだけど、ね、これをちょっとしかやるなって意味じゃないですか、ある意味。そうです。こいつすごいことじゃないですか。うん。あの、一番最初言った時はね、はい、もう、クレーム来ましたね。問屋さんからね。ああ、そうか、内部からか。そうです、はい。親御さんは喜ぶかもしれないけど。そうそう。売る側は嫌ですよ、ね。ゲーム大会に来てる父兄さんはみんなね、うんうんうなずくんですよ。言ってく、よくぞ言ってくれたっていう、はいはい。で、それを聞いてた問屋さんが、あの、メーカーの人間がこういうこと言ってるのはどういうことだというのが入るわけ。はい、はいはいはい。で、やっぱり78年ぐらいにインベーダーが出て、インベーダーハウス、まあ今でいうゲーセンがね、はい、流行った時にやっぱり不良の溜まり場って言われて、はい、PTA から小中学生は入っちゃいけないっていうふうに言われてる、まあそういう業界だったんですよね。はい。だからこれでファミコンが、これ以上売れて、で、男の子って、面白ければ何時間でもやるじゃないですか。はい、まあ大体私がそうですから。俺もそうです。はい。そうすると、絶対母親から敵視されると思ったんですよ。なるほどね。うん。だからこれを何とかするには、1時間ぐらいというか時間を区切ってと。ただね、子供に1時間でやめろと言ったって守るわけがないので、うん、その時に言ったのは、うまくなりたいんだったら、1時間という集中できる時間だけやって、下手になってきたっていうか、失敗し始めたらもうやめた方がいいんだよっていう言い方をしたの。なるほど、ね。はい。そうすると、うまくなりたいっていうこともばっかりだから、1時間でやめようっていう。いや、でもこれはすごく正しいことで、はい、やっぱりゲームと親御さんの心配とかね、うん、あとやっぱゲームとそれを敵視する世の中って、まあこの空気はずっと続いてるじゃないですか。そうですね。今も続いてて、それはその、楽しいことにはある程度中毒性があるし、それをやめられない、俺も含めたやめられない人っていっぱいいるから、うんうん、そういう意味じゃどっかで上手にコントロールしないと、その業界自体が敵になっちゃうっていうのは間違いないですよね。はい。やっぱりあの、ゲームって面白いんだけど、ツールなんですよ。うん、うん、うん。だから例えば、そう、家庭の中で孫とじいちゃんが一つのネタで、会話ができるツールなんですよ、うん、コミュニケーションツール、うん、だからこれをね、うん、絶対なくしちゃいけないんですよ、うん、でやっぱりゲームって楽しいから、うん、もうこれでね例えば戦争が起きるようなことになっちゃいけないし、うん、敵視されることも絶対避けなきゃいけないと僕は思うんですよね。でもこれ安田みたいなさ、そろそろゲーム目覚める頃でしょ、子供たち。そうなんです、小学3年生なんですよ、うん、でお友達の家に行って今ゲームをあのやってるんですけども、はい、欲しいなーっていう、こう感じ。ちょうどその空気。そうなんです。だからもう始め時かなーっていうちょうどタイミングで。でも今さ、一個いいヒントあったのは、ゲームって長くやると下手になるよっていうのを、ゲーム上手い人が言うのすごいよね。そう、集中して1時間やって、ね、うんうん、自分が雑にプレイがなってきたところでやめないとどんどん下手になるって言ってたよってでかいね。そういう風に言えばいいんですよ。ね、前向きな声がけですよね。うん、あの多分子供としては上手くなりたいっていうのは大前提であると思うんですよね。面白いからの次に。うんうん、だからこれはね、上手く言ってやれば聞いてくれると思うんだよね。なるほど。あと、なんか、うん、あとは、いいゲームを与えてほしいなとは思うけどな、出会いは。あの、僕自身ね、人が人を傷つけるゲームってあんまり好きじゃないですよ。なるほど。うん、ただね、あの、今の任天堂さんのやつに最高のゲームありますんで。おお、何ですか？スプラトゥーン。スプラトゥーン。あの、スプラトゥーン。水鉄砲で戦う感じ。あの、インクを塗り合って、はあ、自分の仲間のインクの色がどれだけ面積を奪えたかっていう、あの陣地取りゲームなんですけど、で、敵同士で戦うんだけど、結局インクを打ち合うだけだから人を傷つけないんですよ。うん、
まあ、あの、チーム戦の、なんていうのかな、チーム戦の水鉄砲合戦です。そうです、そうです。はい。で、いろんな水鉄砲を使って、もう自分色、黄色対ピンクとかね、ね、緑とか。緑とかチームに分かれて塗り合うゲームなんですけど、あれは確かに、仲間でもできるし、大人も子供もできるし、まあまあ大人気ですよね。そうですね。だから、任天堂さんの中では e スポーツの一つなんで、これはね、面白いと思いますね。あの辺が任天堂の上手なところで、で、だから、逆に言うとそれをハードにしちゃった方で、フォーナイトっていうゲーム流行ってるんですけど、はい、まあ、いわゆる、やっつけ合いですよね。そうですね。100人で、もう誰が生き残るかっていうゲームなんですけど。残り1人を決めるんですけどね。バトルロイヤルなんだけど、まあ、これはちょっとハードだから、小さい子っていうことじゃないけど。これはもう、高校生ぐらいで十分ですよ。でもこれちょっと面白かったのがね、はい、先週お休み、学校急にお休みになってどうしてる、はい、っていうメールをもらった時に、はい、実は会うのもダメだから学校の仲間と一日この時間フォーナイトって決めて、はいはいはい、フォーナイトの中でクラスで遊んでんだっていう、はい、そうですね、はい、子もいて、ネットでこう繋がれる、ネットで繋がれるから、うんうんうん、そうするとこれはこれでなんかそれこそゲームイコールダメっていう世代が空き地でそのチャンバラごっこを、フォートナイト、はい、フォートナイトごめんなさい、フォートナイトは、みんながチャンバラで遊んでたとあんま変わんない要素もあるんだよっていうのは一つあるんですけどね、まあただ世界的にはすごい大人気のゲームで、あの去年の大会だとチャンピオンが3億円もらってますからね、そういうことなんですごい、はい、そういう世の中なの、名人こうやってね、僕なんかはその e スポーツの元祖あたりに名人いるなと思うんですけど、はい、今のゲーム業界周りとかどうですか？いや、やっとね、法律が、うん、まあ、見方を変えてるんですけど、やっと高額賞金を出せる大会が開催できるようになってきたっていう感じですかね。最初の方ダメでしたもんね。あのね、そうなんですよ。今ね、やっぱり、警標法、風営法、賭博法が引っかかっちゃうんですよね。はあはあはあ、で、賭博法は、参加者が賞金を分け合うっていうのが、長藩の賭博、賭博と、一人勝ちじゃないですか。うんうんうん、ただこれ見方変わってて、参加者はお金払ってないよねと。うんうんうん、だから、損じゃないよねっていうことで、賭博法じゃないだろうっていう見方が今出てきたんですよ。はいはいはい、あとは、警標法ですね。例えば、ゲームってパッケージ売りだから、だいたい9000円ぐらい。はい、だから、20倍なんですよね。はい、最高額は。はあはあはあ、とすると、今日の、チャンピオンは賞金10万円ですって盛り上がらないですよ。で、それを今変えてて、例えばそのゲーム会社に関係ないところが、募金としてお金をいただいて、そっから賞金を出そうと。はい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 、だから去年、一昨年かな、日本でも1億円のプレイヤーができたぐらいになっているんで、だいたい1000万、2000万の大会は開催できるようになってきましたね。だその辺が、その、もともとなかったものだから、そうですね。なんか、こう、これはどっちかというと、これに似てるんじゃないかっていうのの、こう、ね、カテゴリー分けになってって、はい、最初のうちはちょっと曖昧だったんだけど、うん、最近は普通のスポーツみたいに、うん、冠スポンサーが賞金を出します、そうです。みたいのが割と OK になってきました、ね。はい。ただね、一番問題が風営法なんです。ほー。1982年に風営法改正されて、ゲームセンターのように、テレビゲームをプレイするのを有料の場所で運営しちゃいけないっていうのが、それが風営法の中に入っちゃってるんですよ。へー。だから、ちょっと細かい説明難しいんですけど、そうするとですね、例えばイベントでゲーム大会やると、うん、ゲームモニターを使った娯楽なので、うん、はい、風営法必ず引っかかってくるんですよね。ええー、そういうもんなの？見方によっては。はい、見方によっては、はい、なるほど、なるほど。ただ一つだけ例外があって、例えばゴルフセンター。うん、はい。で、ゴルフってモニター使ってやりますよね。ありますよね、バーチャルゴルフみたいの、はい。あれは教育の一環だから、娯楽じゃないという見方なんですよ。いや、こうやって聞いてるだけでも相当ややこしいんですね。もうめんどくさいですよ。はい。だからね、この間のリオのね、オリンピックで、総理大臣がね、あんな格好して、うん、日本はアニメとゲームの国だって世界に言ってくれたんだから、もうちょっとね、早く法律改正をして、ほんといろんな大会がね、改正できるようになってほしいですよね。それって、すごい今言われてハッとしたんだけど、総理がマリオの格好してるのに。はい。県によってはゲームをやっちゃダメっていう条例を作ろうとするみたいな感じの。ね、60分ですよね。ね。だからなんかその時間の制限はしていいと思うんですよ。はい、その取り留めもなくやるのは違うと思うんだけど、うんうん、
そこの、なんていうのかな、有害感とは違うところで、はい、なん、こう、適度にやりましょうっていう形にはならんもんですかね。いや、本当そうですよね。一番ね、ダメだなって言っちゃいけないけれど、1時間でやめなさいって言うだけで、うん、その他のことを何も提案してないんですよ。例えば今子供に公園行って遊べたら、だいたい公園行って DS かなんかやってますよ。テレビゲームやってますよね。で、あれ何かっていうと、キャッチボールしちゃいけない、サッカーしちゃいけない、騒いじゃいけないでしょ、公園。うん、だから公園って何して遊べばいいのってわからないんですよ。そうすると、もうテレビゲームにするしかないですよ。うん、だからじゃあ、そのテレビゲームさえ撮るんですよね。60分を超えると。うんうん、そしたら子供は公園でポケーっとしてりゃいいってことですかね。という、だからその部分をなんかしてあげないと。大人がね、提案して。だからね、ただ単純に規制するのはしょうがないと思うんですよ。もうこういう時代だから。だけど規制するのと同時に、もっと子供たちに環境を作ってやるっていうのも、同時に考えてやんないと、僕はダメだと思いますね。いや、でも最初に勇気を持ってゲーム1時間って言った人だね。なんか俺の考え方よりもより、その、じゃあゲーム止めてもいいけども、はい、じゃあ子供何を、止めて退屈だったら、それは、いや、規則破ってやるじゃんっていうことじゃないですか。はいはいはい、うん、それに対して、じゃあ止めて何やるとかをどう、うん、上げられるかとか、その辺もか。そうですね。うん、もう絶対必要ですよ、だって。だって、ゲームかスマホを見ることに行っちゃうじゃないですか。行きますね。で、大体今のお母さんって、ちっちゃい子が、こう、ちょっと騒がしい時、家事をしなきゃいけない時に、黙っててほしい時に、スマホ渡して見てなさいって言うでしょ。タブレット渡したりね。はい、はい、はい、はい。で、それも1時間以内ですよ。大人のちょっと都合で、そうそうそう。さらには、プログラミングを必須科目にしましょうって言いながら、はいはい、そこと、その入り口になるところは、立っていくみたいのも、おかしな。結構、だから、ね、なんだろうね、全部いけないとは思わないが、話し合う余地はまだまだ、いっぱいありますね。さあ、一回 CM 挟みます。今日は高橋名人にお越しいただいています。マキタスポーツです。俳優文筆といろいろやる私ですが、原点の芸人としてオール新ネタの独演会を開催します。 TBS ラジオ公演マキタスポーツ単独ライブ音ネタ5、3月28日29日の 2days、 会場は草月ホール。今回のテーマは権威、 J-POP という権威、大御所歌手という権威、日常に潜むあらゆる権威をマキタスポーツ流の音ネタでからかいます。チケットは全席指定で5500円、各プレイガイドで販売中。詳しくはホットスタッフプロモーション 03-5720-9999 まで。音ネタをあなたに。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。70歳にもなると足腰の踏ん張りが効かないね。どんなに頑張って歩いても人より遅いし、台所仕事も辛い。これ、筋肉が減ってるからなのかな？適切な食事と運動に加えて、三春間製薬所の体づくり応援ゼリー、上白仙人を試してみようかな。これね、希少な高麗人参から抽出した独自成分、上白仁エキスと、体づくりに欠かせない9種類の必須アミノ酸が 1000mg 配合されてて、踏ん張りが効く体づくりをサポートしてくれるの。食事、運動、上白仙人。踏ん張りが効くようになれば、出かけるのも嬉しいし、孫と遊ぶのも楽しいよ。まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは、上白仙人 0120-777-4447 が3つ4つ最新刊製薬所までアカデミー賞受賞。伝えたい命を懸けて歌うということ、命を懸けて愛するということ。オズの魔法使いのジュディ・ガーランド、感動の実話。 I love you. 世界中が涙した。ジュディ虹の彼方に大ヒット上映中。時刻は10時27分です。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染谷紀子さん、お願いします。よろしくお願いします。外はよく晴れていて順調に気温が上がっています。はい、今日はこの後20度を超えそうです。4月下旬並みの暖かさということで、昼はコート要らずだと思います。うん、
ただ結構風が強いので昼は乾燥が気になるかもしれません。加湿器をつけた方がいいかもしれません。そしてこの北風が日が暮れてくると今度はひんやりとした冷たい北風に変わってきます。なので夜は結構冷えるんですね、はい、朝は暖かかったけれども夜の方が寒いぞということになりそうです。で、明日の朝宇都宮3度まで下がります、うん、東京も7度ということで、まあ、今朝に比べたらだいぶ気温が低くなるので今日はお布団しっかりかぶって寝てください。ちょっと寒暖差すごいですね。20度経験してからの一桁きついですね。きついです。本当に今朝は寝汗をかくぐらいだったんですけれども、ね、うん、今夜は暖かくというのを、はい、心がけてください、はい、で次に雨が降るのは金曜日の夜から土曜日にかけて、土曜日は昼も降るのでちょっとひんやり肌寒い一日になりそうです。はい、ありがとうございました。気象予報士の染谷紀子さんでした。不動産担保ビジネスローンは東京スト銀行。銀行には言いにくいんだけど、実はうちの会社まずは税金払わないと。相談できるの？それでも大丈夫。本当？不動産担保ビジネスローンは東京スト銀行。時刻は10時29分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい、お伝えします。外環道の内回りは戸田西付近、乗用車と軽乗用車の事故の処理、右側で続いていて4キロ半25分。千葉の京葉道路の下りは貝塚で9キロ20分です。首都高速道路は中央環状線の外回り、西池袋付近、トラックと乗用車2台、合わせて車両3台の事故のため、右側が通れず3キロ半、西新宿ジャンクションからは20分くらい。一般道神奈川の国道16号、横浜市旭区の今宿新名社前、事故のため通行止めでしたが解除となっています。国道246の下り、横浜の東工大入り口付近、トラックとバイクの事故のため、一車線が通れず5キロ、影響もあって反対上りも1キロです。埼玉の県道羽生栗橋線、上り羽生市小松台に止まっていた故障車は移動しました。警視庁から以上です。警視庁の楠葉恵美さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時53分頃にお伝えします。TBS ラジオ主催ジ・アルフィーベストヒットアルフィー2020春の夢、5月30日31日 NHK ホールで開催。チケットは3月20日発売。お問い合わせは総合東京 03-3405-9999 03-3405-9999 まで。伊集院光とラジオと高橋名人とゲームは1日1時間と。さあ、改めまして今朝はゲストにゲームプレゼンターの高橋名人をお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ名人、今後どんなことをやっていきたいとかありますか？いや、もうここまで35年間ね、ゲーム業界にお世話になったんで、だからもっとプロゲーマーとかがね、活躍できる場を、そういう環境を作っていければいいなとは思うんですけど、個人的にはオートバイが好きなんで、はい、嫁を後ろに乗っけて日本一周早くしたいなと思います、はい、あー素敵すごいね。あ、そうですよね。でもなんか全然名人のプライベートって考えたこともなかったわ。あ、そうですか。ほら、ゲームになっちゃった分、なんかはいはい、はい、ゲームの中の人の感じがすごいしてて、うん、そうですか、奥様と。ね。まあ、毎回ね、ティナがさらわれて、それを助けに行くだけじゃないっていうね。はい。ティナ以外に好きな人いたんですね。いやいや、でも、冒険島はだまあ、はい、そうですね。はい。僕はね、すごい、今日発見があったのは、はい、CM の間も途中も安田美香がちょうど今上の子何歳、うん、今9歳です。9歳の上の子がゲーム目覚め始めた、はい、このことを名人にすごい聞きたいことだらけなんだっていうのは、うん、すごい気づきで、はい、いっぱいいるでしょ、そのお母さんたちで、うん、うちの子ゲームなんだ、ゲームをどのタイミングで与えればいいのか、そうですね、何を与えればいいのか、そう、ね、何がこう最適とかおすすめのものとか、はい、もういっぱい聞きたいことがあったんで、ね、ただ与えるのはね、何でもいいと思うんですよね、うん、
そういう意味では、はい、30年ぐらい前ですかね、インドかどっかで、小学5年生ぐらいが飛び級して大学生になったっていうニュースが確かあったんですけど、はい、体力測定したら小学校2年生と同じだった。はいはいはい。だからやっぱりそれじゃダメだと思うんですよね。やっぱり5年生は5年生なりのやっぱり体力なきゃいけないし、うん、だから全てをこう少しずつやって、もういろんな可能性を子供にこう見つけてあげることが親のまあ力っていうかね、うん、だと思いますよ。だから何でも与えればいいんじゃないですかね、うん、その中から好きなものを選んで、うん、そうですね。で昔だったら桃鉄って言うんですけど、あの、地理を覚えるし、はい、うん、やりました、やりました。ね、やっぱり遊びの中で勉強になるっていうのが一番いいと思うんで。だからその時に僕なんか思うのは、はい、親が、その、なんていうのかな、仕向けてあげることは、桃鉄やりました。で、桃鉄ってのはその日本全国を鉄道で旅するゲームだから、はい、何々駅には名物何々って出てくるんじゃない、はい、例えば千葉県、ビワゼリーとか出てくるんだよ、ゲームの中に。はい、その時に親は、ビワゼリー食べに行くっていうのが多分、ゲーム好きのまま活動的な子になる。うん。うん。なんか、なんていうのかな、ね、仕掛けなのかなって思って。うんうん、外に出ていく。そうですね。うん、そうすると、電車好きになる可能性もあるし。ああ。普通に地理の県庁所在地とか、おそらく、先に覚えるような気がする。はい。なるほど。僕思うんですよ。教育にいいゲームって言われても、子供ってやらないじゃないですか。うん、やらないです。子供の好きなゲームの中の、あ、これってちょっと広げてやれんじゃねえかみたいなところを、はい、なんか親はちょっと手差し伸べると、いいかな、うん、子供何を使って覚えるか分かんないですよ。だから昔、うん、最初言ったスターフォースっていうゲームやって、子供何を覚えたかって言ったら、1面2面の代わりのアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロンっていうのを覚えたんですよ。すげえ難しいとこ、そうだ、言われてみればそうでしたね。はい。最初の面はアルファでしたね。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、シーターとかでね。それを子供が覚えてくんですよ。すげえなと思いましたよね。あの小学生、4年生が覚えてるんですよ、それを。好きなことから、いろんなことを知識が広がっていけばね、いいですもんね。だからなんか僕は名人にそういう役割もしてほしいかな。はい。あの、ゲームの相談に乗ってくれる人。ああ、そうですね。ね、あの、昔、ほら、TBS ラジオさんで、子供電話相談室やってたんですけど、はい、うん、そんな番組できないですかね、じゃあね。いや、そう思いますよ。そのゲームとの距離感ってみんな、その、困ってて、はい。それで小さい時、その親になってる世代は、いたな、小さい時、高橋名人ってみんな覚えてるわけで、そこは説得力あるような気がしますね。で、その合間に奥さん後ろ乗っけて、そうですね。で、バイク出てる。まあ、日本一周は半年もあれば。まあまあ、忙しい、のんびり。はい、ということで今日のゲストゲームプレゼンター高橋名人ありがとうございました、はい、ありがとうございました。 TBS ラジオオリジナルドラマ半沢直樹破れし者の物語 by オーディオムービー第3章元西大阪スチール東田満社長編3月17日夕方4時10分頃アクションの中で放送。法律事務所ホームワン。ホームワンへ過払いのことで質問が寄せられています。借金の資料はないけど過払い金請求はできるの？完済からもうすぐ10年、まだ間に合う？クレジットカードのキャッシングも過払い金は出るの？10年以上は返済してるけど。今過払いのことで迷ったらホームワンへ。0120-316-2739 東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。健やかに育てと願う心を鴻巣ひろた屋の五月人形と鎧兜に込めて。僕の兜かっこいい。手をつないだらぬくもりが伝わるように。ケーブルをつなげたら思いが伝わった。第一電材はエレクトロニクス産業を支える専門商社として人の思いを夢を未来につなぎます。第一電材。毎週木曜日の9時20分頃からは自由律俳句を楽しむ伊集院光とラジオと放送と三等歌とを放送中。皆さんからの自由な一句を募集しています。メールの方は
ij@tbs.co.jp 投稿フォームアプリからもどうぞ。毎日の暮らしに潤いを届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は小林作家さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は3月11日東日本大震災から丸9年です、うん、そこで TBS ラジオショッピングオリジナル非常時3日分セットをご紹介いたします。あれから9年が経ちました。今日は改めて震災への教訓を生かして災害への備えを見直す機会でもあります、うん、まあ、最近は自然災害も多くて政府や自治体は最低3日分の非常食の備えを呼びかけています。そこで3日分の食料が入った非常時3日分セットご用意しました。災害時に電気、水道、ガスなどのライフラインが止まることを想定して火も水も使わずに開けたらそのまま食べられる、しかも美味しい、さらに長期5年保存ができるものを厳選しました。5年保存できるの？そうなんですよ、はい、まずは3日分の朝食としてふわふわのパンの缶詰が3缶入っています。レーズン、チョコチップ、コーヒーナッツと味も日替わりです、うん、また野菜由来の栄養も大切ですのでカゴメの野菜ジュース、野菜1日これ1本が3缶入っています。ちょっとねパンお試しいただきたいんですけど、パンの缶詰、その最初に聞いた時はすごいもんできたなと思ったけど、もうこうやって味のバリエーションも結構増えてるんですね、はい、そうなんですよね。レーズン、チョコチップ、うん、コーヒーナッツということで、なんか非常食にしては美味しいとかじゃなくて本当に美味しいパンだよね、お店で売ってるパンですね、うん、本当に焼きたてのような香りとこの柔らかさ、うん、本当に伊集院さんおっしゃったようにこう非常時というよりむしろ普段食べたいなという美味しさですよね。続いて朝食、昼食です。食べ応えのあるご飯ものご用意しました。カレーピラフ、コーンピラフ、五目ご飯の3日分で水を注いだり温める必要もなくそのまま食べられます。これ一つ一つパウチに入っているんですけれども、はい、まあ、非常時にはね水もやっぱり貴重ですので袋を開けてそのまま食べられるというのは助かりますよ ね。ぜひご飯物も召し上がってみてください。それもさ、うん、味が選べるってすごい贅沢なことだよね。そうですよね。またこれカレーピラフ、はい、それぞれいろいろな野菜も入っていて具だくさんなんですよね。あー美味しい美味しい、うん、温めなくても十分美味しいね。もう常温でね、はい、できますね。美味しい、ね、うん、これだけ味のバリエーションがあると飽きずに食べられますよね。もちろん夕食も3日分です。主食は柔らかご飯が2食に梅味の梅がゆが1食。おかゆといっても柔らかめのご飯に近い食感で食べたという満足感があります。そしておかずは煮込みハンバーグに肉じゃが、そして筑前煮と、こちらも嬉しい日替わりメニューとなっています。うわ、筑前煮なんか普通もうそのまま筑前煮だね。そうなんですよね。肉じゃがいただきます。はい、うん、これもパックなの？そうなんですよ、うん、こちらもレトルトなんだ。はい、パウチになっていて開けてすぐいただけます。やっぱりこれも一昔前のレトルトのイメージじゃないです。もうまんま筑前煮、本格的な味付けなんですよ、うん、ね、上品な味、はい、うん、またおやつも大切です。カルシウムやタンパク質が補える8本入りのミルクスティックが1袋入っています。水は1人当たり3日で9リットルが必要だと言われていますが、はい、今回ミネラルウォーター5年保存水2リットルを4本、500ミリリットルを4本の合計10リットルをセットにしました。さらに非常時に役立つ簡易トイレが10回分、寒さ対策の非常用ブランケットに圧縮したタオルと軍手、家族の連絡先や待ち合わせ場所などを記入できる非常時確認メモの合計28点をセットにしてお届けいたします、うん、それではお値段です、はい、TBS ラジオショッピングオリジナル非常時3日分セットは1日3食3日分の食料と合計10リットルの飲料水、非常用ブランケットに簡易トイレなど合計28点で税込み1万800円、1万800円です。また飲料水だけを除いたセットもご用意しています。離れて暮らすご家族にもどうぞ送ってあげてください。別途送料を頂戴いたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。
お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。なんかいろいろ買い集めるのは大変でもね、これ一つ安心のために置いとくっていうのはいいかな。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。春のお彼岸には佐野厄除け大師の佐野水子地蔵尊でお彼岸供養をしましょう。東北自動車道佐野藤岡インターから10分、佐野厄除け大師の佐野水子地蔵尊。お問い合わせは 0283-22-5229 へどうぞ。ラジオをお聞きの皆さん、石田純一です。60歳を過ぎて保険の見直しをされた方多いんじゃないでしょうか。でも60を過ぎたからこそ入ってほしい保険があるんです。それが葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。葬儀費用をサポートする保険です。ご家族に葬儀費用くらい残してあげませんか。保険料もお手頃です。100万円保証コースなら60歳女性で月にするとおよそ662円。これならご自分で払っていきますよね。89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求は電話一本 0120-244-888 244-888。 メモリードライフ。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話、安田コレクション。さあ、おっちょこちょい話、安田コレクションのコーナーです。はい。安田美香や伊集院光に負けないぐらいのおっちょこちょいな体験を募集しているコーナーです。そして、金、銀、銅、賞、ランク付けをアシスタントの安田美香が担当します。はい。ちょっとね、つかみなんだけどね。はい。ね、僕の身の回りでこれよりずっとひどい案件が起きたんですけど、神奈川県ラジオネーム伊勢原の熊間さん43歳。ありがとうございます。この間友達が今度公開される最新映画を見に行こうというので、何見に行く、うん、と聞くと、友達が、うん、ほらあれあれ、あのスマホを落としたばっかりに、あれ怖そうじゃない、まあ、なんとなく意味は合ってんだけど正確にはスマホを落としただけなのにですって、でこれを遥かに超えるやつが、はい、後輩芸人のお天気のゴーくんが、はい、あのほら伊集院さん、あれどうですか映画、あの スマホをどこかに置き忘れっていう、いやいや合ってるけど、漠然と合ってるけどっていう、なんか年取ってくるとなのかな、雑になってくるよね、あの覚え方、ね、まあ込み込みで、ね、はい、ちょっと映画タイトル勘違いですが、はい、ボタンお願いします。はい、銀賞。いやー、気持ちはわかる。なんか雑になるよなこの間もスターウォーズの、スカイウォーカーの夜明け。はい。スカイウォーカーの夜明けを見てきたって言ってるつもりで、ルーク・スカイウォーカーの夜明けって言っちゃうんだよね。はい、はい。で、指摘されてもわかんないんだよね。指摘され、いや、言ったみたいな、あの感じ。はい。さあ、続いていきます。はい。ラジオネーム、飯山隊長。ありがとうございます。カップラーメンを食べるときに、お湯を少なめにしていました。うん。味が濃いことさえ我慢すれば、これでカロリーや塩分が少なくできると思ってのことです。仕事先のバイトの子に、うん、それだと単純に水分の摂取量が少なくなってるだけだと思いますけど、そうですね、と言われて気づきました、ええ、落ちたな。銀賞。まあ、感じはなんか我慢、ね、我慢してるっていう感じ、うんうん、だよね。でもカロリーは減らないですよね、うん、全く減らない、塩分も減らないです、うんうん、逆に味は濃いですもんね。味も濃い上に塩分も減らないですよね、まあ、コップ一杯分ぐらいの水分が減るだけですよね、おそらくね。でしかもそんな濃い状態で食べると喉乾くから、むしろ水飲んでいくと思うんですよ、あとね、ちょっとむくみがちな、うん、ね、うん、でそうするとより水分も取る気がしますね。ラジオネームさやままさん59歳女性港区。はい、ありがとうございます。会社で来客にお茶出しを頼まれた、うん、
弊社の給湯コーナーは狭い事務所の片隅でついたてで仕切ってある、うんうん、ティーバッグを出してお茶を入れようとしたらその紐が外れてしまい、うん、思わずあっと声を上げたら同僚がどうしたと声をかけてきたので、はい、ティーバッグの紐が切れたのと言ったら同僚が赤面しながら大丈夫なのそれはそっちじゃねえなんだろうね。だいたいティーバッグ、ティーバッグ。あ、どっち？ああ、どっちだ、両方。俺なんかティーバッグだと思い込んで使ってたけど。はい、はい、はい。でも多分急に言われたら、ちょっと俺も赤面しちゃうかもしれないね。そうですね。さあ、ボタンお願いします。はい、ポチッとな！金賞！こういうセクシー系初じゃないですか。ああ、そうかもしれない。コーナー的に。なので、金賞です。そうか。はい。セクシーおっちょこちょいって一番かっこ悪いもんね。セクシーおっちょこちょいが多分一番かっこ悪いやつだと思うんだ。ね、赤面ですよね、本当に。そうだよね。うんうん。皆さんもセクシーおっちょこちょいありましたら。はい、ぜひお待ちしてます。お待ちしております。今、蘇る。昭和を彩った名曲の数々。TBS ラジオ主催東京大衆歌謡楽団春公演4月2日木曜日浅草公会堂チケット好評販売中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報までいただきますおいしいね愛に満ち愛されるスーパーロピアもしく感動できるスーパーロピア法律事務所ホームワン再生整理はお任せを相談実績20万件相談だけでもしてみよう0120316-279 東京弁護士会所属法律事務所ホームワン問題誰でも年を取ると筋肉は減るイエスではいくつになっても筋肉は維持できるでしょうか無理でしょうえできるの実は筋肉は一般的に48日間でおよそ半分が生まれ変わると言われています適切な食事と運動で筋肉は今からでも減らさず維持することができるんですよつまずいたりよろけたり足腰に自信がない方諦めないでください最瞬間製薬所の腸白線人筋肉や血液などタンパク質の元となる栄養素必須アミノ酸に加え希少な高麗人参腸白人エキスを配合した食べやすいゼリーです無料の3本セットは腸白線人0120-7777-4447が3つ4つ最瞬間製薬所まで TBS ラジオをお聞きの皆さんあなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか ?CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。時刻は10時51分です。TBS ニュースをお伝えします。ニュースデスクの中村久人さんお願いします。はい。今日の東京株式市場は売買が交錯して不安定な値動きになっています。10日のニューヨーク株式市場はアメリカ政府による経済対策への期待と新型コロナウイルスへの警戒感が交錯し、ダウ平均株価は乱高下した挙句1167ドルの値上がりで終わりました。で、これを受けた今日の東京株式市場も売り買いが入り乱れ、取引開始直後に200円以上値下がりした後、100円以上の値上がりに転ずるなど不安定な値動きになっています。で、現在は再び値下がりに転じていて、昨日に比べ230円ほど安い 19,636 円をつけています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在1ドル104円台の後半で取引されています。アメリカ大統領選挙の民主党候補指名争いはトップに立つ中道派バイデン前副大統領と急進左派サンダース上院議員との一騎打ちの構図となっていますが10日は6つの州で予備選や党員集会が行われ
主要メディアによりますと、これまでに南部ミシシッピー州と中西部ミズーリ州、それにミシガン州でもバイデン氏が勝利を確実にしました。バイデン氏はサンダース氏有利とみられる西部ワシントン州でも追い上げていて、バイデン氏が指名獲得に向けて一気にリードを広げるのか注目されています。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、アメリカのトランプ大統領は10日、与党共和党に経済対策を提示しました。病気の有給休暇を取れない人への支援や、給与税を一時的に免除することなどが盛り込まれているほか、中小企業や海運業界、航空業界などへの支援も盛り込むことにしています。経済対策を実現するには議会上下両院の承認が必要ですが、国家経済会議のクドロー委員長は、給与税の免除について上下両院の幹部と協議していることを明らかにした上で、トランプ大統領は年末までの免除を望んでいると説明しています。イタリアでは10日午後6時現在で新型コロナウイルスの感染者が前の日から977人増えて1万149人になり、1万人を突破しました。また死者の数は前の日より168人増え631人と、これまでで最も多い増加数となっています。こうした中、ロイター通信によりますと、イタリアと国境を接するオーストリアのクルツ首相が、イタリアから入国する人の受け入れを停止すると発表しました。国境での検査なしに移動の自由を認める宣言協定を結んでいる EU 加盟国の間で入国制限を行うのは異例のことですが、クルツ首相は、感染症が社会に侵入するのを防ぐことが最優先の課題だと話しています。ニュースデスクの中村久人さんでした。お店のフリー Wi-Fi あるんだ。 Wi-Fi につないだだけなのに、盗み見される生活、連鎖する事件、みんなに逃げろ。なんで私が狙われるの。千葉雄大、白石麻衣、成田凌、スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼、大ヒット上映中。時刻は間もなく10時55分になります。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい、外環道の内回り戸田西付近の事故の処理終わりました。今は和光北を先頭に6キロ20分、千葉の京葉道路の下りは貝塚で7キロ20分です。首都高速道路は中央環状線外回り西池袋付近、車両3台の事故の処理、右側で続いていて8キロ、大橋ジャンクションからは45分。一般道路は神奈川の国道246の下り、横浜の東工大入り口付近、トラックとバイクの事故の処理が続いていて、1車線が通れず5キロ以上の渋滞です。保土ヶ谷バイパスの下りは全線混んでいて通過には45分。千葉の国道14号下り、美浜区の真砂2丁目付近、故障車がまだ止まっていて500メートルです。国道16号内回りは柏の与八塚で2キロ半です。警視庁から以上です。警視庁の楠葉恵美さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は、この後11時25分ごろ、ジェンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから、運転には自信があります。でも、事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV は、ドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。CM のタイミングってさ、面白くてさ、はい、やってたね、今映画の CM。そうなんですよ。iPhone なくして大慌て。あ、違います。見に行こうかな、iPhone なくして大慌てな。さあ、エンディングのお時間です。はい、今日の山崎賞ですけども、山崎賞は、ババロアの元を探していますっていう。はい。はい、ピスタチオさんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、まあ、ネット使えるようだったら、寒天パパのババロリアで山ほどババロアをお風呂を切って、ね、なんかでもババロア食べ
食べたくなるね、こんな話してて、ね、あんま見かけなくなったね。そうですね。それからね、あとね、はい、メールいただいたのが、はい、いろんな方からラジオネームチータンさんとかラジオネームイギリス超特急さんから、はい、ウォーリーを探せっぽい猫の絵本ですが、それは三毛猫探偵団シリーズ、それゆけ三毛猫探偵団。へー、やっぱりこれ調べたら、はい、結構な8冊ぐらい出てて、シリーズなんですね。ネットで買えるものと古書でネットで買えるものありますね。へー、それいけ三毛猫探偵団、飛び出せ三毛猫探偵団、うんうん、あすごいわっしょい三毛猫探偵団ある。買う、ね、買うよ。ちょっと面白いね。そうですか。なんかちょっと情報あってよかったの。熊、ね、のケーキ屋さんのやつそうなってくると欲しいな。ねえ、調べましょう。うん、ね、さあそして明日のゲスト。はい。明日のゲスト俳優の尾形直人さんです。多分ね同い年だと思います。12歳。はい。本人はどう思うか、多分あのお父様にすごく似てきたっていうのかな。あ、迫力めいたものがすごく出てきて、すごくいろんなところで公演なさってますね。まあ尾形直さんにいろんなお話聞きたいと思っております。はい、まあ今日もちょっと子供向けにあれこうでやってみたりしてるんですけど、はい、なかなか読めるもの読めないもありますが、ちょっとね、小学生中学生からもメール来てますね。ありがとうございます。ありがたいですね。うんうん、なんかこれを機にあの学校再開してもたまにラジオを聞く習慣が。お休みの日もラジオやってますからね、はい、できてくれると、まあ、おじさんとしては嬉しいなと思っております、はい、ラジオってのはおじさんのくだらないラジオばっかりじゃなくて、もっとあのためになるラジオもいっぱいやってますんで、ぜひそっちの方も聞いてください、それではまた明日の朝お会いしましょう。この時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。この後はジェンスお姉さんの生活は踊るでございます。粉薬が口に残る、ありますよね。楽々服薬ゼリー粉薬用は、ゼリーに混ぜて飲みやすく。ごくんといえば、龍角散から11時です。